ブンブンちゃん、ブンブンちゃん、ブンブンちゃん、ブンブンちゃん。みんなお待ちかね、デコラップ準備できてる？ハリアップ 3D でついに登場。自己紹介をどうぞ。名前はウサダペコラペコ、寂しいハリオとエトペコな、バニーガールの芸人、アイドルとしての精神、ヒカキンの兄の正義人、触れてしまうよ激に。魅力的でしょ、このボディ可愛いでしょ、このフェイス汚れだらけのカラーボーイズ、美味しくないよペコラのもも肉。こんなペコラをどうぞよろしく、これからも刻むぜペコラストーリー。ブンブンちゃん、ブンブンちゃん、ブンブンちゃん、ブンブンちゃん。みんなお待ちかね、デコラップ準備できてる？ハリアップ 3D でついに登場。自己紹介をどうぞ。名前はウサダペコラペコ、寂しいハリオとエトペコな、バニーガールの芸人、アイドルとしての精神、ヒカキンの兄の正義人、触れてしまうよ激に。魅力的でしょ、このボディ可愛いでしょ、ブンブンちゃん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 。みんなお待ちかね、デコラップ準備できてる？ハリアップ 3D でついに登場。自己紹介をどうぞ。名前はウサダペコラペコ、寂しいハリオとエトペコな、バニーガールの芸人、アイドルとしての精神、ヒカキンの兄の正義人、触れてしまうよ激に。魅力的でしょ、このボディ可愛いでしょ、ブンブンちゃん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 。みんなお待ちかね、デコラップ準備。わーい！スタンドで設定で今後行くわ。あ、本当？スタンド？
そんなの、うん、あんた、そっか、じゃあペコラのあれね、うん、操り人形ね。あ、そうそう、だからペコラが、なん俺のスタンドみたいな、宝生マリーみたいに言ってくれたら、船長ちゃんとオラオラするから、待ってて。オラララララって言ってくれるよ。じゃあ、自己紹介するよ。そうそうそう、はい。どうしようかな、今日どっちにしようかな。ドナナドンドンドン、全部一枚一、超絶可愛いのは誰だ、ドナナドンドンドン、ペコちゃん、やだペコ、やだペコと、ちょっと待って、マジでさ、OBS 死んだんだけど。え、ちょっと、どうすんの、ねえ、どうすんの。あのさ、マリリン、ね、ペコラ、マジマリリンと合体しちゃって死んじゃってるから、マリリン、とりあえず、あの、自己紹介どうぞ、うん、この状況で、うん、すまん。てーん、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 今日のペコラ甘えん坊さんだな、なんか違うペコだよ。え、消えちゃった、あのさ、動くやつ消えちゃったんだけど、これ、うん、あ、待って、え、こすこす、はい、はい、こするわ。あら、見えた、あー、見えた、見えた、見えた。じゃ あ, オッケーオッケー、あの、じゃあ、ありがたくスティッキーフィンガーズさせていただいてもよろしいですか。いや、やめろ。よいしょよいしょ。あ、ちょっとペコラの髪の毛でやんと見えないペコだよ。ね、あのさ、もうこれさ、どうでもいいよね、ちょっと本題に本題に移ろうよね、ペコラ。いやいや、オッケーオッケー、ペコちゃん待って、ペコちゃんさ、うん、一回ちっちゃくなるわ、うん、こうしてこうすれば、あ、ほら、す、なんか、あれ、赤ちゃんみたいな、ちょっと産みました、うちの娘のペコレちゃんです。はい、ペコレちゃん、ご挨拶は、こんにちは、マリン、お母ちゃんから。あ、誰がお母さんやねん、そんな年じゃなかろうなあ、お母さんの年じゃないでしょ。マリリン、今日ペコアたちさ、いつものペコマリちゃんの雑談じゃないから。あ、そう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 、ね、まずポエムってさ、あのさ、早速やろう、はい、ペコだよ、ポエムって。あ、いいね、作ろう、二人で愛のポエムを。いや、愛はいらないペコだけど。あ、愛はいらない、うんうん、じゃあペコちゃんからさ、一文字ずつやるか。一文字じゃない、やばい。一苦労だな、紡ぐのが大変だと思う。一文字ずつね。そうそう、いや、OKOK。ねえ、笑わせないで、地道マジで。お前だよ、お前が言ったんだよ。地道に紡いでいくか。え、じゃあほんと変なことさ、書かないでね、うん、一文字ずつじゃあいくよ。ほんとに一文字ずついくの。うん、あ、いいよいいよ、はい、いくよ。さっするわ、き、うん、はい、き、よ、あ、そう、でしょ、わでしょ、わ、てん、こう、え、こ、え、ら、り、え、え、なにこいつ、え、ど、え、こ、こらりってなに、こらりってなに、え、ペ、ペ、え、え、今、こって言ったんでしょ、こって。え、違うよ、ま、まだよ、ま、あ、ん、え、いや、お前だって日本語おかしいペコだからさ。どうなってんの。ちょっと待って、ペコラ一人で作った方がもしかしていいかもしれない。ほんとだよ、じゃあペコラ、うん、自分で作るわ。今日は、うん、久々のペコマリです。さっきまで、うん、うん、とてつもなく緊張をしていたマリリン、うん、しかししていないのだった。まんまと騙されたペコラ。しかし、なになに、しかし、なに、緊張なんてしていないのであった。え、してたじゃん、あんたさっき。して、どうした、どうしよう、してないし、してるの、やめて、してないし。待って、しかし緊張なんてしていないマリン、うん、どっちかというとペコラの方が自分のキッズチャンネルが脅かされる恐怖に打ち震えていたのであった。いや、ほんとに、あの、気をつけるよ、谷間マジで。いやいや、大丈夫、船長、これでなんか、なんとかやってから、いつもね。え、バンされてない、それ。あ、バンはされないけど、収益は黄色くなる。ふざけんな、ペコラ、黄色くなって、6人あったことねえじゃないぞ。ふざけんな、隠せ隠せ。あ、でもね、うん、読んだのペコラだからしょうがないよね。確かに、ね、覚悟の上で読んだんだよね。いや、今日その格好で来ると思ってなかったペコだから、ビビってんだよ、マジで。このいや、なんかさ、だ、サムネがこれだったからね、これがいいのかなって。いや、別にそういうわけじゃなかったけど、うん、まあ、まあいいね、でも可愛いペコだもんな。
待って、ちゃんみなさん、こんな、ね、こんなとこでベラベラ喋ってないでさ、マイクラに喋ろよ、うん、あ、すまんとか、ちょっと待って、いや、ポエム中だから、あんた、そう、ポエムだった、今そうよ、キッズチャンネルが脅かされる存在、はい、どうしよう、はい、助けて、うん、うん、YouTube さん、今日だけは、頼むから見逃してくれ見逃してくれ黄色いのにだけは嫌なんだ、うん、なんか声もつまんねえな、なんでこれ、ふざけんじゃねえんだよよし、ワンブロック生活、はい、あ、始まり始まり、あ、オッケー、これにしよう、はい、オッケー、開始するとしゃべくらんか、リツイートターナーズ、いくよ、いくよ、あんた真似してんじゃないペコよ、ちょっとね、もうテンプレだから先に言っとこうと思って、んじゃ、移動するよ、はい、行きましょう、移動ー、さあ、そしたらばさあ、ペコラちゃんはもうインしてるんですか、待って、まだ、待って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 、ま、待ってる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 、よしよし、おい、なんか最悪、マリリンが来るから雨になってるかもしれねえペコなんだけどな、なんで関係ないでしょ、ペコラでしょ、それペコラのせいでしょ、え、マリリンってさ、雨女とかじゃない、はい、え、なんもないなんもない、関係ない、どっちかというとエロ女、早くこねかなあいつ、押せない、いいよ、いいしたよ、すさまじい白けっぷり、あ、行きまーす、来る、行く、あ、来た来た、え、待って、あと何持ってんの、いきなり、なんか持ってたよ、最初から、え、あんた、まず、え、それ、え、もしかして、ペコラ、え、持たざるもの、もしかして、え、持たざるものな感じ、 え、なんで昨日ツルハシ持ってるペコなの、え、でも待って、お前脱いでるじゃん、ちょっと待って、こいつ脱いでる、脱いで、やめて、まじ、まじペコラ、ちょっと待って、お前、私アイテム持ってんだぞ、おい、ペコラ殺しちゃったらアイテムがなくなっちゃう、お前、二度でなくなっちゃったよ、アイテム、あ、え、もらったペコラも、お前もらってんじゃねえ、ちょっと待って、最悪ペコなんですけど、こいつ、あ、待って、全然落ちてる、全然落ちてる、マリリ、もう仲良く、仲良くやっていくよ、そうだね、仲良くやる、仲良く、そう、ペコしないで、マリリン、え、今どうすんの、でも、うん、はいはい、これね、ワンブロックしかないペコじゃないですか、この世界、ない、なんとこちらのブロックね、いくよ、ちょ、下見てて、ペコな、マリリンも、分かった、見てる見てる、生えてくるペコなんで、なんかマリリン、これさ、ゲットしてない、これ、え、してない、してない、してない、あ、ちょっと待って、足滑った、わ、あいつ死にまくりすぎるペコ、不安で仕方がない、あ、いや、手に入ってないよ、ちょっと、え、土何も入ってないペコ、うん、ないないない、え、ペコラある、え、ちょっと待って、え、ちょっと待って、まずい、まずい、ちょっと待って、おい、あれ、これ、あれ、あれ、あれ、もうちょっと入り直してみるペコ、そうだね、何かの間違いかも、うん、何かの間違いして、え、やばい、これ一生え、これど、え、これもしさ、万が一さ、これさ、うん、一生手に入らない仕組みになってたらさ、どうする、あ、うちら、これ企画倒れだよ、どうする、ちょ、あれ、ちょっと運営さんにちょっと、ちょっと、そうだね、ちょっと一回ちょっと、うん、送ってみれば、あれ、なんか変ですよと、え、試せばよかった、インするところまではやったのにねインできるからいけるやろと思い込んでいた、ペコラやばいね、これ、どうしよう、ちょっと、え、ブルブル、てか、まずさ、ペコラさ、マリリンがさ、物を持ってることでさ、えって思ったペコなんだよね、おい、でも、え、え、な、何か、私が何か間違えてんのかな、え、バージョンが違うとか、いや、バージョンは同じのはずペコ、ちょっと待って、一回ペコラこれ捨てるわ、あー、物をね、物をね、うん、え、なんか一生ついてくるペコなんだけど、え、これ一回物全部捨てて、これでやってみよう、持ってたらダメなのか、最初、あ、待って、え、あ、今度船長の手に、待って、ツルハシが、え、ペコーラも持ってるね、呪われてる、捨てた捨てた捨てた、え、ペコラ捨てよ、それ、え、捨てる、呪いだよ、うん、呪い、え、やば、戻ってくるよ、戻ってくるよ、どこかに捨てても戻ってくるよ、もっとぽーいぽーいって、待って、ぽーいぽーい、あー、おい、これどうする、え、待って、え、待って、あのさ、うん、ちょっと待って、あの、これってどうやって広げていく、そう、あらいや、本当は
原木持ってたじゃん。その原木でさあこんなことありえる？やばいよ、どうしよう。おいマリリン、これはそういうゲームなのかもしれないペコだよ。あ、逆に逆に今あ、置けない、置けないわ。置けない。一回さ、二人とも出よっか。わかったわかった、いいよ。ログアウト、はい、ログアウトしました、しました、しましたよ。オッケー、せーの、いい、せーのね。あ、死んだわ、はいはい、死んでるわ、死んでる。これでいけた。あ、持ってない、ペコーラ、ツルハシ。あ、せ、ちょ、わー、ちょっと、ペコーラあのさ、落とされてんだわ。本当は、あれ、でもそうじゃないよ。あ、でもさ、もらえる、取れない、取れない。運営さん、あ、でもね、今ね、運営さんにはあの、チャットして確認中って書いてある。あ、じゃあマリリン、このワンブロックしかない、うん、はい、このね、うん、状況で、うん、ペコーラたちは何をするか、うん、はい、わかるかい。ここから導き出されるのはもうすぐ何があるかな。はい、3期生ライブですか。そうペコですよね、3期生ライブがあると思うペコなんですが、はい、え、ちゃうの？ちゃうの？なんですか？空も晴れ、空も晴れ、ちょうどわかるのではないペコですか。え、あ、ペコラ、あそこに何かある、四角い。違う、ちょっとあれじゃない、そうじゃない。こいつは何もわかっていない。意味がわからない。なになに、何？3期生ライブがある。そして、はい、今週の日曜日に3期生の、はい、はい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 、わかった、はい、わかりました、わかりました。何ペコですか？はい、3期生で、100の質問をやります。そういうことペコです。マリリン、今何件来てると思います、はい、ペコですか？はい、1万件くらいかな。さすがに来ないわ、1万件は。うちら思ってしても1万件来ないの？いや、まだね、来てない、そこまでは。あ、何件来てるんですか？あ、来た。今ね、ペコさん、何件来てるんですか？ちょっと待って、ペコだ。あのね、今は、さっきね、ちょっとさっきじゃない、今日収録の時にマネちゃんに聞いたら、今のところもう2500件来ていると。はい、2500件、おー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 。そう、え、100の質問のところが2500の質問になってるということですね。え、そういうこと、そういうこと、そういうこと。はあ、はあ、はあ。ほんで、なんかね、一応マネちゃんたちが、運営さんたちがね、なんかあの精査してくれてるらしいペコなんですけども、なんかね、はいはい、結構いろいろ際どい質問とかも来てるらしいペコなんですよ。え、例えば、際どいってどんなですか？パンツ何色とか。そんなこれなんならルシアがとつまちで聞いてたぞ。際どいかな。はいはいはい、際どいやつが、ちょっと待って、一回さ、なんかホロサバにチャンネルでって言われたわ。ホロサバにチャンネルで、あの、マイクロホロサバで聞いてくださいって。あ、なるほど。うん、ちょっと待ってかな、うん、あ、わかった、待ってるわ。じゃあその間にね、なんかペコラちゃんの恥ずかしい話を頑張ってしていきたいな。え、やめろペコ。そうなの、ちょっと待って、ペコラの恥ずかしい、なんか恥ずかしいことあったかな。ないでしょ。ペコラ的にさ、最近何か恥ずかしかったことはある？最近、うん、最近、あー、はいはい、一つだけあります、はい、収録時に、まあ、はい、お腹があまりにも空いててお腹が空ってなっちゃったところ。どうでもいいんだよ、そんなこと。なんでこれ恥ずかしい。え、マリリンってお腹鳴ってもさ、あれペコ、うん、恥ずかしくないタイプ？え、お腹鳴って恥ずかしい時はお腹鳴っちゃったって言えば恥ずかしくない。あー、そういうことか。お前さ、隠してるんでしょ、お腹鳴ったことをさ、ごまかそうとするから恥ずかしいんだよ。いやいや、隠すなんか、あの、なんか静かじゃん、やっぱ収録現場って。やっぱ静かべこだからさ、で、一人だけグーってなっちゃうじゃん、うん、え、ほんでさ、なんかちょっとガサガサ音をやっぱ立てるべこなんだよ、ペコラは。なんか、あ、そういえば携帯に用があったかなみたいな、ガサガサガサ。あ、ペコラがじゃあ携帯なんかいじり始めてる時って、あれお腹鳴ってんのかな。あ、ペコラ見て、満月だ。どれ、わ、ほら、綺麗ペコだね、沈んでってるペコだよ。でも、君の方が。あ、なんかさ、運営さんが一回初期化してみるって。あ、
ければいいってことね。うん、了解、抜けます。オッケー。なあペコラ、うん、お前きっと急すぎるんだよ、何をするにもさ。なんで、いいペコじゃん、ね、今日のこれもね、コラボもいきなりすぎるから、こんなにグダグダになってるの、ペコラ。マリリン、何？完璧な人間はいないペコなんだよ、うん、そうだね、ペコラ、反省したらその机に置いてある TNT でも食ってな。マリリン、マリリン、ペコラは思うんだけどさ、うん、そりゃあさ、配信というものはなんかさ、うん、完璧にできたらそりゃいいことペコだけど、こういうちょっとぐだっちゃったりとか、うん、ちょっと失敗することが今後の成長につながっていくとペコラは思うペコだよ。これスパイスだもんね、こういうね、そういうことよ。困ったり、どうしようかな、この隙間に何をするべきか、お酒でも飲む？あ、飲む、飲んでさ、今日さ、ちょっとぐだってみんなに申し訳ないから、うん、なんかさ、うんうん、本当は言えないけど、うん、秘密暴露一個しちゃおうぜ、うん、互いに。マリンの秘密なんてこのキッズチャンネルで暴露できるような話が。あ、待って、ドエロいのなし、ドエロいのなしで、はい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 、ドエロいのなしでやろう、うん。実はね、船長もね、ラミーの酒をね、開けたい開けたいと思いながらね、開けてなかったから。あ、そうなん、え、待って、ペコでもお酒持って帰れば、ちょっと一人ずつ持ってこう。え、どっちから行く？オッケーオッケー、いいよ、マリリンから持ってって。じゃあ、ちょ、持ってくるわ、じゃあ。うん、あれ、マリンの秘密なんだと思うの？ねえ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 、マリンの秘密、ペコアラ的にはそうだ、多分ドエロイドで組んだよ、こいついつも多分ね、なんか、あ、船長は最近なんか、あ、ちょっと、あ、なんて言うんだっけ、ああいうのって、あ、なんて言うんだっけ、なんかちょっとエロくなるってこと、なんて言うペコなんだっけ、あ、忘れちゃった。ねえねえ、エロくなるってなんて言うんだっけ、エロくなる、なんか、なんて言うんだっけ、ああいうの、なんか、マリリンよく言うやつ、あれなんて言うんだっけ、エロいやつ、あ、そうそう、ムラムラしちゃってとか、そういうこと言うと思う。そうそう、絶対そういう系だよ、多分秘密って。わかるもん、なんかマリリン、なんか、あいつ、なんかエロいよな。エロ以外の秘密にしよう、マリリンは。あ、戻ってきちゃった。あれ、マリリン喋ってる？あ、今座った。あ、座った。じゃあ頼むね、ペコちゃんも行ってくるよ。行ってらっしゃい。やろん。はい、ペコラちゃん一体何を喋っていたのか。ちょ、船長はですね、このラミーちゃんの日本酒をね、ちょっと開けてみたいと思います。この音をね、お聞きくださいね。開封 ASMR。 え、日本酒ってさ、そのまま飲むんだよね。割ったりしないんだよね。ちょっと待って、匂いを。あ、ラミーの匂いなのかも。じゃあ、ラミーの匂い。これがラミーのお酒の。なんか、高級感のある香りがしますね。では、トポトポ行きたいかと思います。音良すぎる。ちょっと待って、天才か、私天才かもしれない。ちょっと待って、いくよ。あ、いいのかな、ペコラのチャンネルでこんな音立てちゃった。ふざけんなよお前な。何やってんのかなと思って聞き見ちゃったんですから。ふざけんなお前、どうするバンになるから。いや違う、いい音すんのペコラ、聞いて、ほら。何で、聞こえた、聞こえた、聞こえるけど、なんかある意味それなんかおトイレの音に聞こえるしかないってことだけど。だからこんなペコラのチャンネルでこんな音立てていいのかなって言ってたんじゃん。ね、ふざけんなよマジアウトさ。でもこれ日本酒の音やからね。あ、それ日本酒本当に？アルコール何パーなんだろう。え、待って、アルコール17パーなんだけど。今日潰れちゃうかも。え、17パーってやばくない？やばいかも。あれ、ペコーラ、レモンドーペコなんだけど、え、割らないの、それ割らないの？え、だって日本酒ってさ、割らないよね。え、割る？あ、そうか、日本酒か、それ。そうだよね。え、あんた、ね、マジ、あんた、マジでバンするようなことし、言わないでよ、あんた、頼むよ。ペコーラ、私が、もしもさ、何か変なことを言い始めたらさ、通話をその時は切って。いや、あんた、失言。ね、マジ、ペコーラたちさ、失言プラザーズみたいな感じの名前あったペコじゃん。あった。頼むぞ、マジで。あ、ちょっと待ってね、いや、じゃあ、あれだわ、ちょっとマネージャーにちょっと見ててもらって、うちらが何かおかしなこと言い始めたら、うん、もうペコラのチャンネルをハックして枠を閉じてもらうわ。あー、オッケー。え、もう言った時にはもうさ、切り抜かれたら終わりペコじゃね。
いや消せばなかったことになるから。あ、そういうことか。言ってない言ってないと。あ、確かにね、消せば消せば なかったもう同義よ。え、ペコさん入れた？お酒入れた。今連絡来てる？うん、来てる来てる。今ね、やってくれてる。治るかな、遊べるかな。もしさ、治んなかったらさ、失言コンビで、あの酒飲みながら晩酌しながらなんかやろうぜ。話そう。あ、そうだね、うん、そうしよう、そうしよう。まじ、じゃあ ペコラ、はい、ペコラ持ってきました、はい、今日、本日のペコちゃんのお供レバンド 5% ですけど、はい、これ美味しいよね、飲んだことある？ 5% ない、ないけどさ、5% ってペコラさ、一緒にさ、17% でさ、ヘベルケになろうよ。ねえ、まじ、17% のやつ、ないんだもん、ペコラ。めちゃくちゃになろうよ、一緒に。え、それはちょっとペコラ、また船長に、そんな、くっついちゃってちょっと一回、もう、しょうがないんだから。一回ちょっと待ってよ。いいよ、ちげえよ、だから。ちげえピコだから、勘違いすんな、マジで。お膝の上乗っていいよ。違うピコですから、ちょっと。よし、あ、オッケー、来た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 。ペコラの甘えんぼさん。何言ってんの、こいつマジで。冷たくね？どうしたの、ペコラ。ねえ。何言ってんの、これ全然わかんねえ、ペコなんだが。え、ペコラ、おかしいよ。もっと優しかったよね、マリンに。ねえ。ん？ん？これが、熟年離婚だわ、これ。結婚無視ねえペコなんだけど、まずちょっと。あ、オッケー、直った。優しかったのに。ああ、これね。直りました、直りました。じゃあ、マリリ。うん、はい。乾杯しようや。しましょうか。じゃあ、皆さんもお酒持ちましたか？はい、持ってますか？リスナーさんも持ってますね。それじゃあ、まずペコちゃん開けるね。うん。あ、いい音。あ、いい音。あ、缶の音。やめろ。あ、待って、やめろ、怖いね。違う、今の、いいのかな、もちろん水素の音のやつじゃん。あ、なるほどね。それでは、はい、本日も、あ、今日は木曜日か、皆さん週のもうすぐで終わりとなります、うん、お仕事で疲れている方、用事で疲れている方、ほら、マユリもなんか言って。はい。え、そこでキラーパスすぎる。もちろん疲れていない方も今から一緒に疲れちゃおう。ええそうじゃねえ。あ、疲れちゃおう。それでは、せーの、マリリンいくよ。せーの、乾杯。いただきます。飲みます。やべ、こぼした。いきなりしちゃってかな。笑わせないで。喉が焼けそう、すごい。 てか、あんた大丈夫？日本酒って飲めるの？え、飲める。なんかラミーのやつ飲めるわ、これ。え、すげえ。なんかの飲み口がすごいね、なんか飲みやすい。あ、そうなんだ、飲みやすいペコなんだ。日本酒ペコだ、全然飲んだことないから。ちょっと、レビューして、レビューして。あ、なんかね、一口飲むとね、うん、すごい、体がなんかボーって、あ、熱くなってきて。体がつやめてください。熱くないから、あんたそれ、だってもう水着。やめろ。あ、脱が、これ以上脱げない。やめてー、ね、やめろ、メカ。あんたそれ、それ以上脱いだら、あんたほぼ裸みたいなもんなんだから。あ、うん、うん、うん。で、シュッシュッと。すげえ、喉に、あったかい、すごい、熱。おい、マジこれで配信が消えたらどうしてくれんだよ。お前、ふざけんじゃねえ、メカさん。ほら、どうぞ、何ですか、食レポ、飲みレポ。うん、レモンドネージャーいただきます。うん、はい。うわー、うめえペコなんだか。すっきりとしたレモンの味わいで、なんかこうだな、ジュースみたいペコだな。うめえ。なんか案件狙ってますみたいな感じの。うん、こだわり、なんだそれ。レモンサワー、やっぱレモンとお酒は合うペコだよね。定番レモン、いや、ほんと美味しいペコだね。これどこの会社ペコなんだろうな。あ、コカ・コーラさんだ、これは。ちょっと待って、うざすぎる。え、なんでペコだよ。ふざけんじゃねえ。うざくないペコだろ。疲れが溜まったわ。ふざけんな、可愛かったペコでしょ。いや、でもマリリンね、はい、ペコーラとさ、マリリンさ、うん、いつぶり、うん、コラボ、いつ以来。え、最後が多分、え、二人でしょ、二人のやつでしょ。うんうんうん。ペコマリちゃん、なんか夜更かしペコマリちゃんってやってたじゃん。やってた、やってた。多分それが最後やから。え、あれ、いつだったんだっけ、一番最後のペコマリちゃん。え、一年ぶりとかかもしれん。え、そんなにやってなく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 なない。
え、それはさ、あれじゃん、なんかさ、他のコラボで会ったりとか、ああ、ね、12月だって、ほらもう、だから1年だよ、もう。え、本当に言ってる、うん、ほんと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 。いや、だからうちら、もうきっとね、3期生100の質問にもね、来てるよきっと。ペコマリは普段からね。そんな、でもね、運営さんも言ってたべこでは、なんかちょっと質問に、うん、なんか、不仲だったり、そういう質問とかがありましたよっていうのね、言ってたよ、運営さんも。男性はみんな本当に仲いいからね、言っとくけど。そうだよ。うん、ガチ、これはガチだ。ペコマリとマリンはわからないけど、仲いいよ。ペコラちゃん、ひどペコマリとマリンは、もしかしたら、わからないけど、3期生みんなは仲はいいよ、うん、でもこんなん言ってるけどね、そんな好きじゃなかったの、こんな急にコラボなんて。あ、でも待てよ、ペコラなんか22時にマリンが枠立ってるから、なんか暇なのかなって思って声かけたみたいな。すごい適当な誘い誘い方が雑だったな。そんなことないよ。いや、むしろマリリン気づいてほしい、はい、こんなにも雑にね、うん、誘える仲なんだと。そうですよ、皆さん、ベコマリはね、不仲じゃないということです。わかりましたか。顔が悲しそうにしてるベコじゃん。あ、待って、いけた。実に35分。いきまーす。取れた。ちょっと待って、みんなもお待たせ、取れてる。来たー。待って、運営さんにありがとうございまして、ペコラ言ったから、マリンで喋ってて。オッケー。はい、皆さんね、ご覧ください、ペコラちゃんにね、今から土贈って。え、待って、気になった、ペコラ気になった、気になった、ペコラ。え、ちょっと待って、ちょっと、ペコちゃん今運営さんにありがとう言ってるからだ。ダメなさいよ。次何が出るのかな、次何が出るのかな。ちょっとペコラ邪魔だから落とすね。めっちゃ待ってよ。あ、なんか、なんだろうこれ、新しいなんか来てる。これは、チェストだ、チェスト、ペコラチェスト出てきた、チェスト。え、どれ、ちょっと待って、ペコちゃんも見た、ペコちゃんも見た。え、ないじゃん、え、チェストねえじゃん。船長が拾ったのもね。これループになってる、ほらほら、見て、ペコラ、石だ、石、これ違う。いや、消えたよ。え、ペコラ持ってる？持ってる。え、ちょっと待って。マリリン、広げよ、広げよ。まず広げよ。じゃ、ペコラまず広げるから、で、今日の目標どうする？今日の目標まずどうするか考えよ。そうだな、目標。でもさ、これ、終わりがなさそうだからさ。作業台。ちっちゃいさ、目標をさ、立ててさ、なんかそれでまあ、なんだろう、いずれさ、あと、掘る名刺みたいになってるペコだけど、あんた。ね、全部ペコラに吸われてるから。ね、あ、いいね、いいね、いいね。じゃ、ペコラさ、陣地広げとくから、ちょっと、掘り続けるわ。あ、掘っといて。え、じゃあさ、あ、待って、マリリン、これ渡すよ。あ、待って、マリリン、それ、チェスト。あ、でも、これチェストだけどさ、でもこれチェストでもここはさ、ここは床だからさ、ここを消してさ、新しいのに変えてさ、チェスト拾ってさ。マリリン、これチェストの中も一応物入ってるからね。え、もう今ごめん、取っちゃったペコだけど、ペコラ。え、知らなかった、知らなかった。え、でもそれ、ペコラ、俺チェスト壊したらさ、チェストの中身はさ、自動で拾えるということでよろしいかな？あ、そういうことかな。でもそういうことだよね、ペコラ。あ、そういうことだよ。まだ。わかるわ、わかるだろ。うるせえ、お前落とすぞ。ペコラ、ちょっと何してんの、ダメじゃん。ペコラ、マリンは粘土を持っているんですよ。ちょっと。おい、ここの、ね、ここのワンブロックの主は誰かっていうのを、じゃあ、うん、殴り合いで決めようよ、マジ。ちょっと待って、お前まだペコラってチェーンソーとか強い味たくさん持ってるバカ野郎と、お前全部吸ってたんだぞ、お前な。待って、だって決めようって。どうしよう、バカタレか、お前は。マジで、どっちがさ、主か決めるっての。じゃあ、だってもう一回相撲で決着つけよう。ちょっと待って、一回さ、もう荷物を置いといた方がいいペコだから、もらったやつさ、これ置いとこう。あ、ダメです、吸うことになるわ。まあ、チェストをさ、掘り出そう、まず。チェストを掘り出して。そうだね。そう。え、今日の目標どうする？なんかさ、家作るとかにしとく？まあ、家くらいじゃない？あ、かぼちゃだ、ペコラ、見て、かぼちゃ。いいやん、いいやん。
なんかさ、いずれさ、ウィザーとかさ、エンドラとかさ、いや、ウィザーかな、なんか倒しに行けたらいいペコだよね。ここ、こんなさ、ちっちゃかったところからさ、ペコーラたちはさ、ウィザーとかエンドラをさ、倒せたんだぞっていうやつよ。え、どうするこの…あ、豚いるぞ、豚！豚いた！ペコーラ、ペコーラ、ペコーラ、かっこいい、かっこいい、ちょっと待って、これ、これ、こいつ、かっこった方がいい。待って、守ろうのかい。ちょっと待って、チェスト一回作るペコだから、ちょっと待って、船長ね、持ってねえから、ちょっと待って、豚のことは任せろ、豚は船長が見つめとくわ。頼むな。どうしよう。待って、でもさ、豚は多分さ、うん、こっから落ちないペコだから、とりあえず豚を端に一回寄せて、で、ブロックさ、あの木とかたくさん掘りたいペコだよな。とにかく掘っとくわ。オッケーオッケーオッケー。おい、ブーちゃん大丈夫か。あれだからな、ペコーラが守ってやるからな。ペコーラちょっと陣地広げるわ、さらに。この豚ちゃん、うちらの最初の子供だね。うさだ、うさ、何にしようかな、うさだ、ね、やめて、なんでうさだ、名字うさだやめてくれるペコ。ちょっとあの、豚家族いらないペコなんですけど、ちょっとあの、うさぎ族だったらいいペコなんですけど、あの、豚は、だってね、うん、こいついずれ家畜になるでしょ、だって食べるでしょ。ペコラのペット、あ、ちょっと、ちょっと、いいよ、リンゴ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 。え、これ回収してさ、うん、で、チェストを置こう。そんで、大事なものをしまう習慣をつけようぜ。いいペコじゃん、ブーちゃんの隣にあるよ。さ、ペコラ有能じゃん、ちょっとやるじゃん。あ、ごめん、すまんすまんすまん。これ、危ないペコだね。危ないな、ちょっと。これ、怖い。え、でも、大きくなってるよ、ペコラたちの陣地が。掘るのマジで早くない？早い早い。え、今日家作れるかな、家。いけるよ、この掘る早い。やべ、牛。これは牛田ペコラと名付けよう。やめろ。懐かしいペコだな。ちょっと待って。え、じゃあ陣地ペコラ広げる。ね、土ってさ、持ってるペコ？マリゲ。あ、こんなが入ってる、こんなが。あ、けけ、じゃあペコラもちょっとこれ。どんなこの牛。なんかさ、フェンス欲しくね、ペコか。フェンスというか、豚とさ、牛がさ、平和に暮らせるところを作ってあげたいペコだな。え、ここのブロックでもなくなんないから掘ってもいけるよな。あ、いける。あ、いける？うん。なんかさ、粘土って何に使うペコなんこれ。なんか粘土率高いんだよな。なんか高いペコだよな。とりあえず船長、この掘ることに情熱燃やすわ、一旦。豚と牛に見つめられ、土を掘りまくるマリ。なんか、ペコラとの結婚生活ってこんな感じなのかなって今考えてる。絶対ちげえペコだから、やめろペコ。なんかこうやってさ、ペコラと一緒に住み始めたら、うん、こうやってブタと牛にこうやって見つめられながらさ、一生懸命耕すのかな、こうやって。あ、待って、3人目生まれたね。やめろペコ、どんだけさ、いろんな種類の動物産んでるペコのね、ペコラたち、マジで。ちょ、うちらいろんな DNA を持ってるんだ。はい、アイテム入ったからちょっと入れとくわ。オッケー、あ、ナイスナイスペコ。ほら、温まってきましたよ。はい、鳥、豚、牛、もう三種の神器が揃いましたと。ね、焼肉食べたくない？やめろ、圧かけるなよ、ちょっと食見つめてる。え、ペコラはさ、うん、豚、鳥、牛だったら、豚、鳥、牛だったら誰が好き？焼肉、それは焼肉限定ペコ？なんで焼肉限定なの？別に焼肉限定じゃないよ。え、料理か、料理か。ペコラ、うん？いつもお仕事お疲れ様。これ、ペコラに。はい。何これ？あ、チューリップ？はい、だなって思って。いらね。え、ちょ、嘘。いらね。お前、最低すぎる。ね、チューリップなんだが。ゴミを拾うな！ゴミを。ゴミじゃないよ。こんなんあったって光ってもねえペコ。今邪魔ペコだろ。土を掘れ、土を。あ、ストレスが溜まってきた。この職場環境悪質だわ、ちょっと。またチェスト出たから置いとくね。オッケーペコ。じゃあペコラフェンス作るわ、あのブーちゃんたち用に。そうだね、欲しいね。あれ、これどうやって作れるの？あ、これだ。船長はただひたすらに掘る掘る掘る。掘り続ける。掘って。いや、まずさ、こういう、でもマリリンさ、マイクラ久しぶりじゃない？運動会以来。いや、そうなんよ、船長ほんとマイクラしないからさ、だからこうやって掘り続けるだけっていう、この簡単な仕事助かるな。ほんと、え、いや、マリリンってさ、冒険とか好きペコしよ、冒険。そうだよ、好きだよ、本当は好きなの。じゃあさ、このちっちゃい島から出てさ、いずれ、冒険しよう、ペコだよ。あ、ひつじ、ひつじ、
来た来た。これさ、どうしよう、これさ、攻めーな、ペコラたちの今の現場。ちょっと待って、ね、広げるわ。現場っていうのこれ。これ現場、ちょっと狭いペコだから、もうちょっと広げよう。まずは土で、いずれはね、綺麗なところにしよう、ペコだよ。土ね、あ、ちょ、一旦この土も使って、ここら辺あれしたい。ね、木ないの、マリリン、木。あ、木あるよ、木ある。ちょっと待って、木くれペコ、木くれ。せっちゃん、ちょっと陣地広げるわ。あ、そうなんペコな。あ、やってんね、いいね。なんかすごい幸せだね、二人でこうやって暮らしてさ、なんか楽しくね、この生活。こういうさ、不便な生活もさ、悪くないなってさ、思うわけ。あ、あペコーラがやっぱパソコンが欲しいな。めっちゃ引いてんじゃねえかよ。乗っていってよ、そこは。よいしょ、ちょっと待って。あ、これいいぞ、これいいぞ。まだマリリンもいつ暇だな。え、うん、まずさ、あの動物こっちにさ、寄させない？おい、来い。あ、寄させる、寄させる。おい、来い。あれ、え、なんでみんなこっち見てんの？え、なんか、聖女の裸体に興味が。え、でもみんなこっち見てる。いや、いいよ、もうみんな目背けてるペコじゃん。いや、今後ろ気まずい、な、気まずいやつと出会っちゃったなみたいな感じになってるペコじゃん。あ、でも見てるよ、ほら見て見て。ペコらやめてよ、ちょっと船長のこと見てたんだって今。マジ確かに。いや、なんか気まずいわこいつらみたいな。あ、ナイスナイス、押して押して押して。なんで、マジこいつら押しで。牛気まずい位置にいるけど大丈夫これ。やばいそれ、ペコらの食料が少しずつ押せ。あ、いいぞいいぞいいぞ。牛の位置まずすぎるって、これ豚の位置もまずいなこれ。あれ、豚もやめペコ、ちょっと待って。え、出せろ、セッチが押し出そうな。ねえねえ、マリリン、キーねえ、キー。え、キーもうねえよ。ちょっと待って、この舞台移動させてからフォロワー。オッケー、じゃあペコラ、マリリンがそれを、あの、やってるのを見ながらペコラこれ掘るわ。あ、いいよ、頑張れ、頑張れ。ぶ、豚押し相撲職人。そんなある。あ、ひどいな。早く閉じてよ、ペコラ、ここ。じゃあ、マリリン、今、キー掘ってるペコラから、ちょっと。えい。オッケー、オッケー、オッケー。よしよし、いいぞいいぞいいぞ、よし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 、よし、入った、今だ今だ、ペコラ、俺ごとやれ、ペコラ、俺ごとやれ。ちょっと待って、いや、オッケー、待って、俺ごとやってくれ。オッケー、マリリンやった。オッケー、待って、この牛だけどうにかしたい、ペコだな。ちょっと待って、ペコラがそっちから押すわ。浮いてんだよな。どう？あ、ナイス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 、オッケー、よし。じゃあ、ここが家畜部屋にしよっか。あの、出たいんですけど、ここは家畜部屋、みんな家畜部屋まで行ったぞ、家畜部屋が。牛1匹、羊1匹、鶏1匹、豚1匹と、なんか人間1匹。はい、家畜の皆さん、今日からここはね、マリンが仕切らせてもらいます。はい、家畜小屋のおつぼねとしてやらせてもらうんでね、家畜の皆さん、ちょっとちゃんと働いてください。はい、いいですか、牧草はね、マリンのものなんで、ちょっとちゃんと誰がリーダーなのかちゃんと把握してもらっていいですか。性的な目で見ないように。いや、マリリンさ、チェストジャンプすれば出てこれるペコしよう。出てこれた。家畜小屋のおつぼねも悪くなかったけど、やっぱりね、ペコだとこうやって暮らしていかないとね。まず明かり欲しいペコだよね、明かりね。欲しい欲しい欲しい。え、端末でも作ろうと思ったらさ、石炭、なんかいるよね、石炭ペコ、石炭がないときついペコだから掘るしかねえペコだな。これ掘ってればいつかさ、石炭もさ、でも確率がありそうだよね。あ、ちょっと待って、なんか出た、出ましたペコラちゃん。なに、君にぴったりだよ。君みたいだよ、このお花。おい、家畜部屋に戻れ、お前は家畜部屋に。なんで、よいよいよ、つぐ、なごむ、ほら、見てみペコラ、ほら、なごむだよ、これ。なあ、なごむやろ。早く家畜部屋に戻れ、ペコ、お前は家畜部屋の王様、似合ってるよ。ま、ま、船長、掘っとくから任せてね。船長が石炭出るまで情熱かけて掘るからさ、ちょ、チェストに入れといたからさ、ペコラはさ、作業しといて。オッケー、オッケー。え、なんかね、これずっと掘ってると、なんかバージョンも上がって、なんかね、うん、どんどんいいやつとかが出てきたりするらしいペコだよ。なるほど。え、じゃあさ、この掘る効率化を目指すためにさ、まずはさ、うん、陣地を広げ、わっ、あ、出てきたんだ、出てきたんだ、ね、出てきた、出てきた。え、これはやるしかない、ペコラやるしかない。これ、まだまずゲート、まずはゲートを作る。オッケー。船長がまず情熱を持って掘り進んで、で、ちょっと待って、持ってるものを、うん、ジェストに入れて、入れた。入れた。で、まだペコーラが、あれするわ。あの、ゲート作るわ。オッケーオッケーオッケー。じゃ、その間船長は掘り進むと。頼んべよかな。愛の協力プレイよ、これが。ゲートできました。ちょっと待ってペコ。オッ
羊待っててペコな。ベーって言ってるよ。え、でも羊ってさ、何でさ、こいつら来るペコだっけ。え、種じゃない、あの種。え、種は鶏ペコじゃねえの。小麦、小麦。あ、小麦か。あ、待って、じゃあこれ。おい、船長、まずはあれだ、道具を作れ、道具を。道具オッケー、道具。道具だから、まあ、じゃあこう原木をあれにして、うん、でも8個じゃ作れないから、ちょっと待って。あ、待って、ペコラあるよ、ほれ。ある？これとかこれとかいるか。あ、ぼ、あ、ちょっと返してください、ペコラ。これ取れたの？え、なんかそう、ペコラ。え、なんか、あんた取ってよ、あんた取ってよ。チェスト入れろよ、もう、チェスト。確かに、チェスト入れないんだもん。チェスト入れた方が早かったのかな。はい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 。あ、つるはし1個あるじゃん。ペコラ作ったの？あ、違う、多分前のやつペコだね、多分元からあった。じゃあとりあえず、じゃあ、お、何がいる。斧と道具、何、あとマリリンはスコップとかも欲しいと思う。ペコ、これ掘ってから。スコップってさ、何か特別なものいる？もしかしてあんたさ、ハードコアでエンドラマを倒したくせにノーデスでスコップわからないやつとかおる。ちょっと今レシピに出てきたからもう作ったの。さすがペコだね、さすがペコだね、さすが分かってたペコだね。かな。スコップあれ、ペコだ、なんかいる、なんか作ろっか。え、ペコラのあれが欲しい、土耕すあれ、クマ。あ、クマオッケー。やんな、はい、マリリンが作ったクワですよ、ペコラちゃん。あ、センキュー。あれ、ちょっと待って、こうしてプレゼントフォーユー。あ、センキュー、ペコ。じゃあペコラここでさ、なんか食物育てるわ。オッケー。え、待って、これどあ、あいいね。どこがさ、うん、どこだったっけ。ここめん。だんだん同じになってきて、分かんなくなってきた。大丈夫、立ち上がり真ん中これやって。あ、早い早い。あ、待って、え、一回さ、ベッド、あ、え、てか鉄ねえ、ペコだっけ、鉄。鉄はないよ、まだ。あんた早く鉄掘れ、ペコだよ、お前。私のせいですか。鉄いすぎ、鉄。あれ、羊邪魔なんだが。まあ、でも羊さ、鉄掘ってさ、ベッド作ったらさ、夜は迎えなくていい、ペコなんだよ。そうだね。え、でも夜になってもさ、え、化け物出てくんのかな、夜。え、ワンチャン出てくるかもしれない、ペコだよ。待って、おい、おい、羊来い。おい、マリンのことすげえ見てるペコだぞ、羊が2匹とも。だから、あ、ペコラちゃん、ついに家畜になる覚悟を決めました。ちげーペコだよ、ちげーペコだよ。待って、こいつら、待ってもろて、こいつら入れたいペコなの。すげえ、めっちゃ効率化されてきた。いい感じ。あ、入れようか、平船長がぐいぐいぶち込もうか。頼めるペコか、これ。ちょっと、間違えて手が滑って落ちんだ時を。あ、やばい、豚だ、やばい、みんな、やばい。あ、やばい、みんな、やばい、ちょっと、やばい、やばい、やばい、これ、大切な、大切なやつらペコなのに。家畜クイーンのマリンにみんな集っていく。ちょっと待って、頼む。家畜クイーンって何ペコなの、初めて聞いたペコなんだけど。小麦がないからね、ちょっと待って、今ね、小麦育ててるペコだから、ちょっともうちょい時間かかりそう、ペコだ。あ、え、うまい、あんた、え、プロの人、もしかして。まあね、家畜どもはね、このマリンの言うこと、待って、家畜の言うことを聞かせるって、これ女王様やで、ね、もう。え、やばいペコじゃん、ね。あ、やばい。あ、ナイス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 フォロー、ペコちゃん。オッケー、ペコ。よいしょ、よいしょ。こいつらちょっと落ちそう、ペコだから怖いんだよな。いや、マリリン、マリリン、やばい、ペコ。あの2匹が落ちそうだから、落ちそうだから、2匹。ちょっと頼む、ペコだよ、女王様。おい、豚が来るぞ、豚が。こら、この豚。おい、みんな出ちまった、ペコだよ、マリリン。ねえ、もうさ、育ってからしようよ、もう。このさ、小麦がさ、もうた、で、無理だよ、これをどうにかすんのは。いや、無理か。じゃあまずは、あの、放牧させとこう、ペコか、放牧。一旦ね、なん、こいつらもさ、自ら進んで死ぬことはないわけだから。あ、そっかな。一旦、とにかく掘っとけばいいんだよ、これ。掘りまくろう、掘って、家を作ろう、家を。そう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 、当面の目標はまずそれよ。まず家ね。掘りまくるわ。ペコラ、何しようかな。暇になっちまったけど、観察でもしてようかな。観察。あ、もたしだわ。しまった、間違えた。あ、やべ、間違えた。あ、やべ、ちょっと待って、怖い怖い怖い、これちょっと待って、怖い。お、まったく同じことしてるね。でも今まさにね、それやってた。どうや。あ、いいじゃないか。町ができてきた感じがするよ。
マリリン町これ町なかなかいい、なんか町が出てできてきた気がするペコだけど、これが町って言えるって、なんかペコランドってこんな感じかって思ってた。おいバカにせんねよ大物のさ海賊船のやつが言ってるペコじゃねえペコ。あでももう海賊船なんてないんですけどえまだねえペコなの、なんかでっかいのもらってなかった？ノー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 、それ何夢の話、あれ夢ペコだったっけ。ないよ海賊船なんてないよ。あもうあんたには海賊船を手に入れる術がなくなっちまったということ？いやいやいや術はあるよ、術は術はあるまだ今は、うん、まだ今はその時ではないってだけでいずれ手に入るはずってことべこ。あまた欲しいって、めっちゃ震えるやんね。ね増える、ちょっと待って、これさ2匹ずついればいいべこなんだよな、2匹ずつ。あ間引くんすか、間引こうかなこいつら。てか石出てこないべこ、石石出てこない、粘土なら。え、なんで石出てこないペコなんだろう。なんだろう、掘る情熱が足りないのかな。おい、本気出せよ。あー、いけー掘り進めー頼む出てくれ。あ、なんか、カボチャか。スイカスイカスイカ、あ、スイカか。え、てか、お腹減らないペコだね、これね。あ、なにこれ、え、なに、あんた、ペコラ、なんか、この、いやらしい、あ、いやらしい、なに、なにペコ、このボックスはなにペコ、白紙の地図。ペコラちょっと待って、撮らないで。なにハートが出てるうちにさ、うちらスクショ撮ろうよ。ちょっといっぱい、あ、いいじゃん。可愛いショット撮ろう。ちょっとハートがいっぱい出てるショット。はい、チーズ。はい、じゃあ家族に、あ、邪魔ペコで羊ショット。チュッ、いや、ちょっとギャリチュッ、あ、ちょっと待って、押すなよ。え、これ可愛いってことで、これ何、何え、水入ってるよ、水。ベネボレットギフトだって。なんか、あれじゃない、なんか贈り物みたいな感じペコなんじゃないの。え、これめっちゃ可愛い。これ置いてもさ、ハート出るのかな。いや、さすがに出なそうペコじゃない。これ壊すの忍びね。で、ちょっともったいない感じするペコだけど、でもほら、ペコラたちはさらなる先を見なきゃいけないペコだからさ、やるしかないか。やるしかないペコな、もったい。あ、ハッチ、なんなん、ね、アップグレードきた、アップグレード来たペコだ。石来る。あ、来た。オッケー。これでちょっとアップグレードするんだ。え、これテンション上がるね。いいね。ちゃんとこれ。うん。ハート出るかな。ちょっと置いてみよう。ああ、もう出ない。普通のすぎる。とりあえず石掘ろう。タラとか。石の時代だー。やったー。これもしかしたらどんどんさ、鉄の時代とかさ、ダイヤモンドとかってこうやって出てくるのかもしれないペコだね。なるほど、そんな気がするわ。いいねいいねいいね、どんどん掘っていこう。早速石で、酒飲め、あ、酒飲む、もう必死すぎて酒飲むの完全忘れてたわ。飲みまくろうペコだ。ちょっと待って、これでペコーラはちょっと農業営むペコだから、頼りになるな、ペコーラが働いてくれてる。店長もじゃあこの石で新しいアイテムを作ろう。あ、いいペコじゃん。石、もう石ばっかり出てくるよ。え、てか石しか出てこなくなっちゃったペコだね、今度は。逆に、あれこれなんか何回に1回アップグレードが入って、うん、変わるのかな。え、待って、マリリンが今ね240、ほぼ250ブロック多分削ってるペコなの。だから200ぐらいでだいたいブロックが変わる可能性あるかも。なるほどね。あ、待って、ペコラ、ここさ、農業さ、うん、水いろいろくね。え、そうなの。え、だってさ、あ、ペコラ、待って、あ、ペコラ、陣地をちょっと広げとくわ。ねえねえ、石のツルハシ来た。アップグレードした。ナイスナイス、ナイスいいじゃん、これもう早々に家が作れるペコなレベルよ。いいね、ちょっと一旦これで掘って、鉄の時代入りました。いやー、え、みたい、かまど欲しいな。あ、かまど作る、じゃあペコラかまど作るわ。オッケー、石入れといたから。オッケー、ペコー。え、マリリン、いいペコラたち、うん、結構
いいんじゃないのこれ、もしかして良すぎるね、これマジ楽しいね、ペコラいいね、家畜が押してくるんだが女王様、なんとかしてくれって言ってんじゃないの。待て、ちょっと、豚、この豚女王様の言うことお聞き女王様、も誰も多分あんたのこと女王様と思ってないと思うペコだけど、思われてるから、いやマリリはむしろ家畜の女王でいいのかだけをちょっと疑問に思うペコなんだけど、ペコーラはもう女王なら何でもいいまであるな、本当に。あ、木も出るペコなんだ、木になっちゃったね。あ、かまどあるね、かまどに。じゃあ早速開け、あ、かま…待って、わかった、ペコーラ、木さ、これさ、原木あるペコじゃん、苗木とか。はい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 、これさ、ここで育てちゃえばいいペコってことじゃねえの、これワンちゃん。え、そう、あー、なるほど、そうだよ、そうだよペコラ、なんでそんなことに気づかなかったんだ、うちらって。あ、ほんとペコだよ、夜になる、夜になるよペコラ。え、だって、大丈夫じゃない、だってさっきさ、敵わかなかったペコだから、わかんないんじゃね。そんな楽観主義でいいんか、もし湧いたらどうするね、こいつらをさ、守るの。家畜の女王様はさ、女王様はね、この豚どもを守らなきゃいけないんだよやだ、え、さっきさ、あれは、松明作ってね、ペコの松明。作ってない、ちょっと待って、作るわ。うん、よいしょ。家畜たちが怯えてる、家畜たちが私が守る、家畜たち豚ども、あたいが守る。いや、豚以外もいるペコなんだけどな、豚しか守られてね、ペコなんだけど私から見れば全員豚だよ棒作ってと、すげえ女王様ペコだな、マジで。ねえねえ、これさ、はい、水どうすればいいと思う、ペコ。マリリ、水をさ、はい、水をどうにかしてペコなんだけどさ、水、でもさ、よくさ、横にこうやって引いてあるじゃん、水。だってでもさ、これ下が死んじゃうペコやん。あー、こん、あー、そうなの、わかる、でこ、一段だけ下にさ、やりたいとかってできなくねっていう話よ。ちょっと待って、え、ここをさ、あ、ちょっと待って、今考えてる。待って、コメントで1段上げればって言われてる。あ、あ、逆に上げる、頭いいな、マジで。こういうことか。あ、明かりがある、明かりを頼まさせてもらいますよ、ペコラちゃん。ナイス、マリリー、いいね、明かりが守るよ、明かりが守る、いい感じじゃないの。ほい、やばい、かぼちゃ死んじまう、まあ、いいか、ここに置いといてと。松明、まあまだね、狭いからね、このくらいで足りると思うから、うん、一旦置いとくよ、松明。オッケーペカ、よし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 、いい感じに進んでますね。これいいね、いや、めちゃめちゃいいと思うペコだよ。だって今もう食料も確保しようとしてるペコだからね。ちょっと待ちな、あたいの家畜どものこと今食料って言うたかい違う、マジ被害妄想だよ。ただペコら人参とか小麦のことを言ってるのに。なるほどね、家畜へのさ、愛がでかすぎけど、この人、女王様。おい、家畜、はい、お前、ペコラの農業の上に立ってんじゃねえぞ。おい、分かってるか、あんた今、私の家畜に何かしたかな違う、いつもツルハシが目に入らない感じ。おい、あまりギャーギャー言うな、剣があんだぞ、こっちには。そんな木の剣で勝てるつもりかい、あんた。おい、やるか、お前この目だから勝つぞ、マジで。待って、ペコラ、待って、ペコラ、待って、待って、お前さ、船長大事なアイテム持ってんだからさ、うかつで攻撃するのやめてもらっていいですか。そっちから来たペコだろ、明らかにさ。いや、そっちがさ、なんかワンワンペコペコ言ってきたんじゃんワンワンは言ってないペコだけど、いや、あんたあんまり家畜に愛を持ちすぎると大変になるペコだよっていうことよ。でもさ、愛って大事だよね、ペコラちゃん。まあ、愛は確かに大事ペコだね。でもいずれこいつらを食うときは来るペコじゃん。私は食わないよ。本当だな。プライドがあるんや。本当だな。マジで。おのと、ちょっと今作ってください。シングルタスクやからちょっと。家畜の女王頼むよ。え、鉄ってさ、うん、鉄ってやってる？鉄。あ、鉄焼いてねえわまだ。焼くわじゃん。木で焼く感じにするかい？うん、そうしよう。じゃあペコラ。板材を入れちゃっての。おい、鉄入れたよん。あ、ナイスナイス。あ、始まってんね。よし、じゃあ。あれ、その鉄3つさ、どれにする？ハサミにするか、剣、じゃね、ツルハシにするかとかさ。あー。あ、ペコラ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 。え、何これ、気持ち悪い！おい、家畜の女王様、これ何ペコだよ、家畜の女王様。これは、何これ、待って。マリニンカラーじゃん、マリニンカラーじゃん。これ、レッド。
この女王としてのさ、家畜への愛でさ、家畜と値の愛の産物かな、これ。え、これレアらしいよ、レア。え、キノコ生えてるよ、なんか。え、こいつだえ、これ、でもあれだよね、なんかね、マイクラのところで、なんかレアバイオームのところに生息している牛なんだよね、多分これ。そうなの。え、名前つけようよ。何する?ペコラとマリンを合体させたいから、まあ、赤いからベースはマリンだから、宝章ね。宝章。宝章。名字アラビカなんだね。宝章。宝章。ペマリン。宝章のペしかない。ペマリン。ペコラ要素ペしかないけど大丈夫かな、これ。いや、ほんとだよ。あ、まあ、でもいいやん。宝章ペマリン。だって、マリリンはさ、家畜の女王様だから、ほぼないとあれってことだから、まあ、ペマリンにしよう、じゃあ。宝章ペマリンね。あれ、ペマリンちゃんとここ入りなさい。いや、もう、あなたもなんか言ってやってくださいよ。いや、嫌だから、あの、家畜の中、あの、なんか、あの、王様とかになりたくねえ、フィコだから、あの、ちょっと、冷たいじゃん。家族ごっこしようよ。いや、せめて家畜じゃない家族ごっこがいいペコなんですけど、まだ。ちょっと、鉄やこう。鉄、あ、できてる、できてる、できてる。マリリン、ツルハシにしたら、ツルハシ。しようかな、ツルハシ作っちゃおうかな。やっちゃえ、やっちゃえ。金属来たー、金属来ました、金属時代。そろそろさ、あのさ、うん、金とかさ、他のやつとかも出てくるペコなんかな。来てるよ。来てるで、これ。これ来るんじゃないか、そろそろ。あ、とりあえず先にまずは、じゃあ、鉄ツルハシから行くで。オッケー。マリリンが今ね、297だから、300ぐらいになったら来んのかな。よし、じゃあ、あ、石のツルハシしまっとこうから、必要になったらどうぞという感じで。オッケー。ペコーラ、ちょっと木植えるわ、木。オッケー。いいね。これもここに置いちゃって。楽しいね。ねえ、なんかいいね。あ、いいじゃん。石炭も取ってるペコじゃん。取ってる取ってる。食料もたくさんあるペコだし、死にやしなそうペコだね。え、木いないんだよ。やばーい。実はね、無傷なんよ。え、なんでペコーラが助けたのにお前が無傷になってやがるペコなんだ。おい、女王様どころ、ペコーラが守ってくれたんじゃないの。最悪とペコだな。ペコーラが守ったってわけ。あ、待って、今日の目標書いてなかった。目標何にする、今日。目標、でもそれはさ、やっぱりさ、ペコーラさんが決めていただいて。今日の目標はとりあえず、住める家。それな。え、ペコラさ、なんかさ、欲しいもんなる、鉄で。あの、羊のさ、経過リタイペコだから、ハサミ欲しい。オッケーオッケー。ペコラの願い、マリンが叶えるよ。まあ、任せなさいって。ね、ちょっと家畜の女王、マジさ、あの、しつけがなってない牛いるんだけど、一匹落としていいか。ダメだよ。ちょっと待って、ハサミってどうやって作るの。あの、鉄2個で斜めにプンプンって押せばいいペコだよ。あ、なるほど、これ、作業台いらないのか。そうそう、いらないいらない。うんうん。あ、できた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 。くれ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 ー。おー、あれあれ、あんた撮ってるぞ。ちょっと、センキュー。これでベッドができるぞ、マリリン。よっしゃー。ハゲ散らかってる。よし、かわいい。よし、これでベッドを人数2人分作るペコな。よしよしよし、いいじゃんいいじゃん、なんか順調すぎるね。マリリン、あともう一個なかった？あったぞ、しまっといた。あ、2個しかなかったべこ。あれ、あ、2個しかなかったよ。あ、やべ、足りねえの。1個だけ足りねえけど、まあなんとかなるわ、なんとかするわ。こうして、なに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 、バババババ、おめえ、朝熊は、朝熊は攻撃しないんだぞ。あ、でもナイス、殺せたならナイス。なん、知らなかった、殺しちゃった。もしかして罪深い、マリンって。今のはね、多分家畜どもに白い目で見られたね、ある意味。なんかみんな見て、見ないで、みんな見ないで。みんな見てる、こっち見ないで。今のは明らかに、うわ
女王様ってそうするんだみたいな。え、待って、ニワトリいる？ニワトリ。あれ？待って。あれ？いない。いない。なんか何匹かいなくなってない？え、音落ちた？もしかして。え、ワンちゃん落ちてるかも。あ、やばい。命を大切にしよう、マリリン。命を。そうだね、そうだね。大事に守っていこう。まずこいつらさ、この上に立たないでほしいペコだな。上に。育たないとね、まずこれ育つ。やばいいい子が。ペコラ何してんの、ちょっと。やばい、しかもアイテムがなかなかいいの持ってた。ハサミもらったやつも死んじゃった。あ、いいよいいよ、鉄あるから作りな作りな。あら、え、優しい。え、女王様優しいな。あ、来た。あ、来た。あ、川と松の苗木とキノコシチューが来ましたよ。あ、いいね。川があれだ、防具にもなるペコだよ。さっきのあいつがさ、やってたように。なるほどね。したらば、まあ、でも一旦しまっとくで。うん、なんかここ汚いな、この島。なんか、なんかね、なんか汚いな。なんか汚くね、ここ。ちょっと待って、もうちょい。適当だよね、適当。あれ、ペコーラじゃあ、マリリンが頑張って掘ってくれてる間に綺麗にします、はいはい、今から。お、いいね。だからマリリンは夢中になってここを掘りまくってて、今から。分かった。よし、ビフォー、なんか劇的ビフォーアフターやるから、ペコラが。なんということでしょう。あんなにも、うん、汚らしい島だったのが、今はこんなにも美しい島と生まれ変わっております。そんな BGM ペコだったっけ。あれ、ちょっとちょっと音感が。これで、新しいチェストができたから、なんかさ、汚いよね。チェストどこに置こうかな。あ、ちょっと適当に置いといて、ペコーラがやっときますんで、マリリン。よろしくお願いしますよ。オッケーペコですよ。ちょっとガンガン掘るか。なんか、うん、結構さ、雑談しようとさ話してたじゃん、もともと。雑談しようって言ってたけど、結構夢中になってさやってるよね、うちら今。いや、それな、なんかさ、思った以上になんかすごい、なんか黙々とやっちゃってるペコだね。なんか話さ。そうだよ、真剣にやりすぎだよ、もっと雑談、トーク。ちょっと待って、お酒入れて、ちょっとエンジンかけるわ。おい、出現すんなよ、頼むぞ。大丈夫。うん、にょんにょんにょん。いや、マジマリンの大丈夫って、大丈夫じゃない時の感じがすごいするペコなんだけど。こいつやべえなと思ったらね、通話切っていいから。あ、けけけけけけ、やべえって思ったら即切る。立ち直れないかもしれない。立ち直れ、マリ。今な、確かにペマリは死んじゃった。でもさ、命あるもの、みな、いずれ死んでしまうの。生あるもの、いずれ死は来る、マリ。マリだっていずれ死ぬ、ペコラだっていずれ死ぬペコなんだよ。なんということでしょう、匠のリフォームって言われてるよ。うまいこと言うんじゃねえペコだよ、マジで。おい、ふざけんな、マジで。ちょっとねえペコら、つらいよ。マリリン、こういうのもマインクラフトなわけよ。ちょっと待って、ペコアラがまたペマリを出るように祈っとくペコだから。ちょっとねえ、アイテム拾えた？アイテム、鉄とか拾えた？うん、鉄拾ってるペコだから。おい、誰かマリを立ち直る、なんか一言言ってあげろペコだよ、マジで。どうにかしてペマリが失って、マリンちょっと今落ち込み気味になっちまったペコじゃねえかよ。なんか楽しい話してよ、楽しい話。はい、じゃあさ、マリに話しようよ。もうちょっとでさ、3期生ライブペコじゃないですかね、うん、ダンスレッスンさ一緒にしたやつあるペコじゃない。言ってよね、どうしたらよかったの。今なんかさ、マリンが悪いとこあったで、ね、何が悪かったか言ってるよね。どうしたらよかったじゃん、しょうがないよね。今の、あ、分かんない。じゃあペコールが次さ、それやるからさ。
あのマリリンこの劇的にビフォーアフターやってみて。でペコマルがもしこれであの匠をうまく殺せたら、うん、今のはマリリンが悪いってことにしよう。ねえ水の中で羊落ちたんだが。ちょっと羊落ちてたんだが。ちょっと大丈夫オッケー。じゃあのこのアイテムはさ船長がさちょっとチェストに入れるわ。あ頼んでこな。ちょチェストに入れるね。えでも確かにマリリンは今のはね悪くはなかったかもしれないペコだけど。そうだよね。綺麗になったなんか匠がペコラたちの島を綺麗にしてくれてるみたいなもの。なんかさっきより住みやすくなったよ。確かに緑綺麗になってる島が。なんかそのなんかなんかいい感じにはしてくれてる感じはすごいするペコだからなんか。のあれかこれがなんかなんだろうね神が綺麗にしてくれようとしてるのこの島をさ我々の、うん、じゃしょうがないねじゃあこれしょうがないということでじゃあペコラマリリンやっとくからさマリリンちょっとあの劇的ビフォーアフターやっといて綺麗にさマリリンの好きなように島をさやってくれ島クリエイトってことねそういうことよ、はい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 、あんた最近ほらあつ森とかもやってたペコじゃん、うん、そうそうやってたやってた得意んじゃないの松明を置いても結局あいつらさ上から降ってくんだよなえあれ上から降ってきてたペコなのあれってうんここからね湧き出てくるの牛とかみたいにさあーね湧き出てくるんだよなまあ、じゃあ家を作る準備でもいや家ってペコらはさ何で作るって木がいいそれともさうん何がいいえ住めれば何でもいいペコよ住めれば住めれば何でもいいうんうーんえあのさペコらってさ掘ってる数さ少ないじゃんうんえおペコラやってんねやってんねやれやべペコラ勝てるいけるナイスまあ任せろとペコラ掘ってる数少ないけどさこれさ掘ってる数って合計じゃなくて個人だった場合ペコラがさ掘っても掘ってもさ次石ってことになるけどさ船長が掘り進んだ方がいいってことになるけどさそれはさどうですかいや合計だろきっときっと合計よオッケーオッケー。肉焼こうかな。そろそろお腹も減ってきたよね。え、ペ、あ、そ、ちょっとでもさ、減ってるペコだけど、これさ、なんか敵…え？いやお前、ふざけんなお前、ふざけんなふざけんなふざけんなお前、なんだよお前もお前もできてねえじゃねえかよおいおいおいなあなあペコら見ろおいおいおいペコら見ろよカチクカチクなわかるニストマリーしかいないのもうわかるねなんという綺麗になったでしょうこれが匠の美容劇的美容アフター牛と見つめ合ってんだよなマリリンカチクは一匹でいいんだよまずペコラたちだけほら待って食料になった食料になったじゃないよ王様の部下だったのあいつらはえマリリン、ね、これ匠来たら終わりペコじゃないマリリン分かったわマリリンが倒せない理由がえペコら殴ったのさっきえ殴ってマリリンの方にポイってやってやめたうざいのお前それ判断ミスだったんじゃないちょっと分かった分かったじゃあさもっとさ広くすればいいんだよ狭いんだよつまりはそういうことだよえまだここが狭いってことペコ狭いから湧いてここが崩れた時に終わるんでもっと向こうの方にさ本当の拠点をさ作っておけばさ、うんうん、ここが爆破されても関係ないということにならんかあんたはいペコラちゃんあんたはさウサギだからわからんかもしれんけどこれが人間の頭脳というやつですね黙れ家畜の女王かお前は家畜の女王ペコなんだから人間とか言ってんじゃねえペコだとりあえずじゃあ船長また掘り進むからさペコラさんちょっと広くさ陣地をさ持つことをちょっと考えてみてオッケーオッケーじゃあさもう下先とか使っちゃっていいペコ多分土があんまもねえペコだからさオッケー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 えあんたちょっと名探偵ペコじゃん上手だねこっちのキャストにもちょっといろいろ入ってからあの使ってくださいなどれあそこねそうそうそうオッケーペコーホルといえばね宝生マリンなんでねもう任せてくださいよガンガン掘り職人宝生マリン酒物も飲んでおしゃべりもしたいよねちょっとさ作業感が出てきたからそろそろおしゃべりターンにあ待ってでもおしっこ漏れそうだわちょっと待ってあの必死すぎてちょっと落ち着けペコ落ち着いてなトイレ行ってくるからオッケーいやん今のうちに目の前に匠用意しとこうかな今のうちに待ってあれ？なんで？なんか、え、枕、ね、ペコラち
これだろ。帰ってきた時には真っ暗になっている。どういう反応をしてくれるのか。何の音、なんかガンガンガンって音したペコだけど大丈夫か。もうマリンのパートナー一匹しかいなくなっちまったペコだよ。大丈夫かな。これオッケー。とりあえずマリリンが言ってたみたいに陣地を広げるか。確かに拠点ここにしてたら常に爆破されることになっちまうペコだからな。いらねえ石を手にして。でも拠点とか綺麗にしたいペコなの。これいずれさ石とかさ増えてなるペコなのかな。もっと綺麗にしてペコなんだけど。あ、やべ。はい、戻りました。おかえりー。あのさ、うん、あのさ、ペコラってさ、ちょっと汚いものとかってさ、しまう主義もしてね。汚いもの隠したい派。あの、二人隠したい派かもしれない。もしかしてさ、マリンってさ、臭い。もしかして臭いのかな。臭いものには蓋をしろと教わったペコなんだけど、ペコラは。家畜の女王ペコだから、ちょっとなんか匂ってきたな。くそ、ペコラちゃん、どうしたの。優しい心を取り戻して。あなた操られてるのよ。ほんとペコラ操られてた。こんにちは。出てくる。あべない、死ぬ。マリマリ、ペコラ物結構持ってるから。あべない。こいつやべえ。うん、でもペコラが死んでもさ、船長が拾えば別に関係ないよね。マリリン、ここは二人、今二人しかいないペコなんだよ、ペコラたちは。あ、確か言われてみれば二人しかいないのか。ちょっと船長さ、今さ、うん、ペコラのためにね、もうちょっとかなり脱いできてるの分かる。え、肌と肌をこすり合わせてこの寒い夜を越さないか。おやめろ。俺なんか二人しかいないんだよ、二人しか。じゃあ家畜がお前の近くにいるぞ。家畜と一緒に肌をすり寄せろ、お前は。新婚。かわいい。でもいらっしゃい。かわいい。でもかわいいペコだよ。なんか、あ、なんかそれとなく、おいマリンって感じで、あ、チューしとるぞお前。あー、もうやめてくださいよ、あなた公衆の面前で。うん、でもマリンからもチュ。オッケー。ちょっとあれだな、隠した方がええな、臭いものには。やめろ。先生ちょっと忙しいから、ちょっと今からね、また掘る作業が待ってからね。オッケー、頼むペコだよ。これがマリの仕事だから、情熱燃やして頑張っていきますか。まあ、でペコーラもこれ、え、でも広くなってきたペコで。ヨルグモ、ペコラちゃん、ペコラ、ペコラ、ペコラちゃん、ペコラ、ペコラ、ペコラ、ヨルグモ、ヨルグモ、ヨルグモな。よいしょ、よいしょ。何気に、あー、ありがとう。え、じゃあさ、減ってんだよね。あのさ、ご飯ねえか。あ、ご飯ね、肉焼けばあるペコじゃない。あ、焼く焼く焼く。あとスイカもあるよ、スイカも。あ、焼けてるのあった、焼けてるのあった。ナイスペコ。ちょっと食べるわ。ふぅ、汗出した。ペコーラもちょっとスイカ食うわ。ちょっとさ、これ地にさ、農作物ない方がいいペコだね、今思ったペコだけど。いや、それな、結局爆破されちゃうもんね。ちょ、これ育てるんだね、かなり。あ、そっか、これ一回育ってからにするペコか。そうだよ、一回育っちゃって、それで収穫して次場所変えよう。オッケーオッケー。いいじゃん、いいじゃん。木とかもさ、早く育たねえペコかな、こいつら。案外育たないよね。ねえ、なんか遅いペコだよな。で、こっちしと、鉄も品切れ、もしかして。そう、あったあったあった、ありましたと。オッケー、ペコと。じゃあペコらこっちにめっちゃでかく作るから。よいしょ。オッケー、でかいチェストも作ろうかな。あ、つなげちゃえば。てか、チェストなんか余ってるのなかったべこだっけ。あるあるある。ちょ、デカチェストも作るわ。オッケー。あ、てかさ、そのさっきの途中べこだけどさ。はいはい。あ、ダンスレッスン一緒にまあ、やってるじゃないですか。やっておりますね。例の曲あるべこじゃない。あの地獄の曲ですか。あの地獄の曲。なんかもう、ヘトヘトになるような、うん、あの曲。あれ苦しいね、うん、マジで。途中でさ、船長さ、うん、2番終わりあたりでさ、いつもさ、気が遠くなるのに、なんか、絶対しそうなの、本当に気を失いそうになる。いや、まだ、やばくない。まだ言えないペコだよね。これは何の曲かはまだ言えないよな、マリリン。まだ言えないけど、死を覚悟しちゃうよね。あれ、待って。多分みんなも、あ、この曲のことを言ってるんだろうなって、ライブ見ればわかる。そうね、そうね、そうね。ちょっと、なんかね、まだね、ネタバレはできないからね。そうそう、できないペコだけど、あ、
この曲だなって明らかにこれは死ぬであろうなってね思うのがね、あのもうわかる、もう丸わかりだからあるんだよな、あるべがんな。でも頑張ろうってことだな。めっちゃ頑張ってっからでも早くで、ね、見てもらいたい。いやうちらの頑張りに。それな、今週だよマリリン。あそうだよ、あごめん今週じゃない、来週か。あ、そうだね、そうそうそう、来週みんな気づいてっかな、ちゃんとさ、見てくれるかな。いやだってペコアたち21日もさ、まあ3期生で、はいはい、まあほら100の質問やるペコじゃん、うん、やりますね。まあだから気づいてくれるペコなんじゃないのか。え、みんな見てくれるよね。あ、買ってくださいよ、見るよだってよ。あ、嬉しいね。ねえ、それ本当だろうな。嘘だったらボコボコにするってマリンが言ってるぞ。ボコボコにするぞ言ってやるよ、言っておる。おマリンは強いんだ、本当だ。粘土が、粘土がなんか、おすごい、粘土出た時めっちゃボコボコ落ちるな。え、それってあれじゃない、砂利とかじゃなくてペコ。砂利やわ、砂利ごちゃになった、ごちゃに砂利任せろ、マリンが倒す、任せろペコら。はい、そいつの仲間にいろいろやられたんだ、家畜どもが。もう許さないから、絶対に。そのカフェもそうだ、今さやってるペコだよな。そうだよ、カフェ始まってんじゃん。そうなの、ぜひねカフェ。あ、でもペコアラもさ、今さペコラとさルーちゃんのやつペコじゃん。そう、ペコラなんかある、そのそれについて。え、そうなんかエゴ作業したらさ、あの言ってくれてる人がいてさ、なんか結構腹いっぱいになったって言ってた。あ、ペコラ、なにレコード出てきた、レコード。あ、音楽流そうぜ、音楽。え、待って、レコードプレイヤーってどうやって作るの。え、待って、ちょっと待って、ペコラも今調べるわ。レコードプレイヤーって何で作るペコなんだろう。レコードか。え、音楽流してさ、なんかいいね、おしゃれな感じにしちゃおうペコだよ。え、どれ、テンション上げてこうぜ。え、どれだ。え、なんてやんの。蓄音機だって、蓄音機、蓄音機。あ、ない、出ないよ蓄音機なんて。おい、マリン。ダイヤいる？ダイヤがいるみたいだ。おい、この家畜売って、この家畜売って、ダイヤと交換してもらうぜ、誰かに。ペコラ、もう一匹しかいないの？わかんないのかな、君って。なあ、一匹しかいないやで。大丈夫、牛尾さん、心配しないで。ベコラさん、ベコラさん大丈夫、あなたのことは私が守る。おい、こいつダイヤ1個の価値あるかもしれねえ、ペコじゃない。生き残ったんだよ、唯一あのクリーパー3体くらいのやつに生き残った。素晴らしいやつ、ベコなんだぞ、こいつは。あ、コベコラさんはね、幸運ウー牛なの。ベコラさんは幸運ウー牛なの。幸運ウー牛のベコラさんを売るですって。ベコラさん、とんでもないわよね。こう、なんつってる、幸運ウー牛って言ってる、ベコなの。幸運ウー先ではなく、幸運ウー牛ってこと。こいつは幸運ウー牛なの。牛田ベコラさんっていうの。いやだね、最悪ベコラ。なんでベコラの名前のやつになってる、ベコラね、こいつ。でも、これはマリンと結婚してるからです。あのねえ、ベコラさん、ねえ。おい、ペマリのこと思い出させるぞ、お前に。お前の子供だったペマリ落ちたな、下に。やだ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 。おい、もう劇的ビフォーアフターすぎるペコなんだけど。え、分かった、マリンさ、これさ、そのブロックの1個か2つぐらいは穴開けといた方が良くない？そしたらそこの中にさ、クリーパーを通す。あ、でも動物ワンちゃん来たらあれペコか。そうだよ、うーペコラー、クラックやしいよ。ここなんかさ、クリーパーをどうすりゃいいんだろう。どう、え、それはさ、うん、土地が破壊されるという心配の話？そうだね、だからクリーパーをあのうまく除去しないと、一生ずっとこのうわーってなると思うペコなんだよな。え、石でも破壊されるよね、普通に石でも。うん、爆破なったらなるな。もうさ、ここの土地はさ、もうさ、ステエリア、マリンはここでさ、死にながらさ、働くわ。大丈夫、任せて、ブラック企業なら慣れてるから。ここでさ、死にながら働き続けるから、ペコラはさ、拠点をさ、移せばいいんだよ。ここはだから、壊されてもいい。もうここは壊される前提でさ、
あ、なるほどね。で、ここももうなくなっちゃったから、もう畑も移動よ。オッケー、じゃあそうしよう。もうここは、もう、うん、捨て場。そう、捨て。捨てで。捨て場で、もう動物とかも移動早くじゃさせちゃうべこだ、ペコーラが。オッケー、じゃあ船長はここ掘って、ここ埋めとくわ。ちょっと掘ってさ、土が出てきたら埋めとく。頼むべこない。じゃあペコーラちょっと移動させるね。このうーちゃんと一緒に。よし。いや、二人いればなんだってできるな。そういうことべこね。ここを畑エリアにしよう。愛のからだね、ペコラ。愛ではないよね。うん。ちょっとマリンが気配り覚えちゃったよ。マリンが、いや、マリンは気配りすごいと思うってことだけどな、いつも。何、いきなりそんな上げてきた。何よ。いや、別に上げたいわけとかじゃないってことだけど、普通に。酒飲む、酒飲む、そんな。なんだ、こいつマジで。気配りすごいしてるよね、うん、ねえ。やべ、ラミーの酒めっちゃグイグイ来るわ、これ。マジ、あんた気をつけて、吐かないように、うん、なんかさ、飲みすぎて。いやねえ、あんたそれ喉大丈夫？あんたの喉が心配になるわ。すげえ叫んでるから。あ、本当すごかった今。え、すごい。今すげえよ。頭できたよ。頭できた。かまど1個壊れたね。いやもう最悪ペコだよマジ。捨て場っつってもちょっと待って、早めにちょっと移動させるわ。早めに移動。そうだね。ちょっととりあえずこの辺もちょっと石が多いから石でさ作っとくわ。うん、頼むな。こうして。埋めとこ。このチェストもさ。うん、移動させちゃおう。危ないよなワンちゃん。ほらなんか見て、大理石の床みたいになってきたで。どれ？おしゃれおしゃれおしゃれ。いいやんいいやん。あれ、ね、なんか汚ねえなこの島マジで。汚い。ちょっと汚すぎねえペコかこれ。いやいやだ、一旦ね、今はまだまだまだね。でも確かにだって始めたばっかペコだもんな、まだ。そう、こっからね、綺麗に整えていくんよ、うちらが。そういうことよ。まあ、で、これペコーラも綺麗にやって。エモいな、あ、なんかいい気分になってきた。ちょっと、あ、ベコラさんダメよ、ここに来ちゃ。ここは危ないから、ベコラさん、あっちへ行って。ベコラさん、あなたのために言ってんの。ベコラさん、ベコラさん、別居しましょう。ベコラさん、私たち別居しましょう。あなたのためを持って行ってんの。ほら、ベコラ、こっち来い。ベコラ、ほら、お前の餌。あれ、餌よりもマリンの方が大切と言えるか、お前は。餌だろ、餌を来い。ベコラさん、よし、やはり餌には従順だな、こいつも。所詮家畜だ。ペコラさん。落ち込んでるぞ。落ち込んでる、ほら。見てやれ。ほら、見てやれ。お前の妻が落ち込んでるぞ。お前の妻近づいてきた。勉強とか言っときながら近づいてきたぞ。ペコラさん。ペコラさん、捨てられたかと思った、私。もう焦らせない、あ、もう私を困らせないで、ベコラさん。いや、マジマリンなんかダメを製造機な気がするわ、あんた。尽くしてくれそう、めちゃめちゃ。今画面が牛田ベコラの顔で覆い尽くされてます。ラブラブ、あんた早く働けベコだよ。はい、働きまーす。働けベコだよ。めちゃめちゃ、次のグレード行くのめちゃめちゃ楽しみなんだが。今な、マリン、今530だよ、もう。つ、ぐっと楽しみ。つ、次のグレード超楽しみじゃね。え、多分次今鉄だよね。あ、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 守って守って、okay. 船長ここちょっと掘ってるからさ。ペコーラもこの柵をすぐにやって、マリンのエリアとペコーラたちのあの住居の場所をちょっと入れ替える。ペコーラがちょっと、よし、めっちゃグレードアップしてきてるね。いいね、いいね、いいね、いいね。最初さ、石だじゃない、土だけの時さ、え、やばくね、これ大丈夫かなって思ったペコだけど、え、めっちゃいい感じやで。これはかどってる、はかどってる。ちょっと酒飲みて、酒飲みてえな。酒飲んじゃおう。なんかちょっと、あれ、なんか家畜、もしかして、もしかしてマリンオンリーの家畜が作り始めてる。気のせいかな。気のせいだよね。そんなことないか。そうだよ。当たり前ペコじゃん。そんなわけないよ。ちょっとレコードしますね。これいい感じだな。で、ご飯はこっち。整理整頓も始めてこうペコだな。いいね、いいね、いいね、いいね。で、ここになんか楽しいね、ペコラ。え、ね、なんかさ、あんまりマイクラってもうさ、一から始めることってあんまないペコじゃん。
あ、そうだよね。そう、でもなんかこれってある意味マジで1からペコだからさ、うんうん、いい感じペコだよ。ちょっと待って、あれない？あったあったあった。しないからね、こういうの楽しいな。なんかやっぱり船長こういうさ、うん、コツコツやっていくのが結構好きなのかもしれね。なんかさ、アーク思い出さない？二人とかでさ、わかる、アークわかる。最初にアークもさ、うん、一番最初の頃のさ、うん、やっぱりさ、みんながさ知らない恐竜だらけの頃が一番楽しかったよね。いや、そうそうそう。でさ、うわ、何あの恐竜とかさ、ゆいちだもん、めちゃめちゃ楽しかったペコだよね。楽しかった楽しかった。一緒にね、ワイバーンとかやったりね、レベル上げとか3期生でやったりしてね。やったねー、夏。もう今ホロ様のアークどうなってんの？ねえねえ、またなんかそういうさ、みんなで遊べるゲームしてーなー。え、なんかしたい。なんかさ、ないの？なんかマイクラはさ、やっぱこうやって定期的にできるべきだけどさ、はいはいはい、他のさ、新しいなんかさ、欲しくない？うん、そろそろなんか、みんなで、ホロメン全員でできそうなさ。なんかね、船長昔やってたね、ゲームがね、うん、なんか割とマルチで遊べそうだったんだけど、でもなんかどうなんだろうね。え、なんかマルチで遊べるゲームといえばさ、ペコラって何がさ、思い浮かぶ？マルチか、みんなでワイワイってことペコだよね。そうそう、みんなでワイワイってこと。でもやっぱマイクラしか思いつかん。あとはなんかもうマイクラ FPS 系とかしか全然思いつかん、うん、はいはいはい。なんか船長知ってるんだと、なんかね、あ、ペコラ知らないかもしれないんだけど、うん、こ、なんだっけ、コナンオブエグザイルだっけな。え、エグザイルチューチュートレイン？違う。あらーペコラ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 見て、まだペマリー出すぎじゃねペマリー出る。やばい、船長のさ、寂しい思いをさ、返す。わかった、押すわ押すわ。えいえいえい、頼むな。えい、大丈夫、任せて。家畜の扱いには慣れている。これあれだね、なんかペマリーすげー出るペコじゃん。ペマリちょっとまずい、これペマリ、ペマリちょっと待って、まずい、ペマリちょっと待って、待って、ブロック置く、ブロック置くから。よいしょ、ナイスナイスナイス、オッケーナイスナイスオッケーオッケー、ナイス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 、頼むペコな、ペマリ。テラリアとかもめちゃめちゃ面白かったよ、テラリア。でもテラリアはね、何が問題かというとね、うん、まず画面が小さすぎることと、キャラクターがね、ちっせーのよな。あー、なるほどね、見づらいのはちょっとあれペコだな。そう、あとなんかマイクラと違ってサーバーを立てても、うん、なんか常にその誰かが立てた人がいないとそのワールドに入れないから、やべ、うまく入れるね。まだもう、もう一個潰すわ。あ、ナイスナイスナイス、いけるいける。オッケー、ペコン。えっ、おい、ペマリ、ペマリ2号早く入れ、お前は。ナイスナイスナイス、ナイスナイス、オッケーオッケー、来たー、ナイス。いや、まさかペマリ2号が来ると思わなかったペコだね。あれ、うちら引きいい？もしかして。え、めちゃめちゃいいんじゃない？恩恵が来てる。これこうして、いや、めっちゃなんか気分良くなってきた。ちょっとお酒に酔ってるのかな。いやね、あなた絶対酔って、あなた気をつけてね、先言っとくよ、気をつけてペコだよ。え、なんかめっちゃいい気分ペコラ。いや怖い、めっちゃ好き。いや怖い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 、お前が何かやばいことを言うんじゃないかと。大丈夫大丈夫大丈夫。ペコラまたね。ねえ、あんたさ、ペマリどんだけ欲してたペコなんだよ、マジで。船長のさ、ペマリをして寂しい気持ちがペマリを呼び寄せてんの。やばいよ、ペマリ。ペマリすごい。ちょっと待って、ペマリ。あ、ナイス。こっち行ける？行ける。嘘は。ナイス。ナイス、いた。ね、柵ある、柵。多分柵取ってる、マリリンが。オッケーオッケー、柵。え、もうペマリ3匹もいらねえんだけど、ここ。え、これ食えんのかな、こいつら。え、でも3匹いるから1匹ちょっとやってみてもいいよ。え、いい？え、いいよいいよ。え、じゃあ今生まれたばっかのペマリ、ごめんね。あっ肉、肉だけ、肉だけ、肉、肉2個もらったペコだよ、ペマリの肉。あー、ペマリ大事にいただきます。おい、マリン食えよ、お前が愛したペマリを食えペコだよ。一つになるんだペマリと。じゃあ、まで持ってくるペコだから。今ね、焼き上がるよ。焼いて持ってきて、焼いて持ってきて。オッケー。今一生懸命掘ってるね。早くダイヤモンド来ないかな、クソ楽しみなんだが。いや、来るっしょ。あ、だからだからだから、来た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 。何？あ、え、待って、ほんでほんで、え、めっちゃいいめっちゃいいめっちゃいい。ほんとある。え、ペコラ受け取って、そっちに置いといて、そっちに。オッケー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 。オッケー、え、これでさ、いいディラー、あれとか育てられやすいペコだよ。あ、来る、アップグレード来る。来るぞ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 。何が来る、何が来るペコ、これ13、ジェリー、11、チュン。あ、待てよ、ほら待て、ペマリの肉食え、ペマリの肉。あ、ペマリの肉食う食う食う。あれ、ペマリの肉。あ、あれ、ほら、どこ行った、ペマリの肉な。来て、あれ
しい。あれアップグレード、アップグレードは。あれアップグレードさん、すいません。雪だ、雪、待って待って、雪はこれでやればオッケー。すごい、シャベルでね、シャベルでね。ああああああ、え、右、右、左、多分雪玉になると思う、雪玉になると思う、ペコ。え、右、右クリック、左クリック、右、え、同じだと思う、ペコだよ、あれと、あの、ツラハシと同じ。いいじゃん、雪合戦してきるべこじゃん。雪だわ、キティラー。雪やカンカン、あられやカンカン、降ってま、降ってま、ねえ。だから僕、見て。あっ、こいつ。あ、お前。あ、やべ。あ、お前。やべ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 。後ろべこらさんに、お前いいのか、結婚してんじゃねえべこなのかよ。ちょ、ちょ、ちょ、手が滑っちゃった、ちょっと。失礼いたしました。手が滑った。かわいそう。ペコだな、マジで。しょうがないでしょ。笑顔で雪玉をボンボン投げられる。じゃあ雪玉はいったこれ、まあいいか、とりあえずこの雪だるまは。雪玉って何さ使う、ペコラ。ない、雪ブロックとかにする。あ、ね、雪さ、製造機できるかも。え、そうなの。え、雪玉渡す。え、雪、うん、雪何個ある、ペコ。え、待って、結構あるよ、ここに入れるね、全部。あのスノーゴーレムであれ作れるかもしれねえ、ペコ。スノーゴーレム、はい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 。ちょっと待って、それそれ作ってみる、ペコか。ちょっと、うん、作ろう作ろう。オッケー、ちょっと待って、一回ペコーラさ、大事そうなものは一回しまう、ペコだわ。オッケー、いつ死ぬかわかんねえ、ペコだから。来た来た来た、雪玉が出るようになった感じだな、このアップで。え、ダイヤモンドじゃねえ、ペコ。んー、じゃない。てか最近鉄が出なくてさ、鉄不足なんだよね。むむむ、鉄のツルハシも壊れちまったし。あ、てか確かに鉄ないじゃん。うん、そうなんよ、出なくてさ、全然。え、これって、あ、来た、鉄来た、鉄来た、来た。あ、ナイスナイス、空気読んでるわ、これ完全に。仕方ねえ、敵に行こう。そろそろ出さねえと、こいつらうるせえからなって。いいよ、察しがいいね、鉄入れてと。これにしよう。もうね、スノーゴーレムを、よいしょ、作れる？うん、作る、ペコ。ちょっと待って、一回ここにして。マルチゲーといえばさ、そう、さっき言ったコナンエグザイルとかね、あれも結構面白かったし、うん、あとな、あのね、ラストとかやったことある？ラスト、あ、ペコラ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 、見て見て、ペコラ見て見て見て、ペコラ見て、ちょ、見て、あの、骨は骨どっちにも、あ、あたたた、あ、テストにするぞ、ペコにするぞ、あ、テストにするぞ、あ、お願い、あと2、あ、これは上がる。うー、かわいい、座っとる。名前何にすりゃ、名前を。え、でもさっきから船長が決めてるから、ペコラが決めていいよ。何しようかな。ワンちゃん、ワンワン。やべえ、めっちゃ適当な名前になりそうだよ、この人。お前センスないよ。ね、あ、不安なんだが。ちょっと待って、ペコラセンスあるからね。そうだな、ワン。ワンコロ、うん、ワン、やばいやばいわ。え、待って、ペコラさ、うん、なんかさ、猫のことさ、うん、なんだっけ、なんて言ってるんだっけ。ゴロニャン、ゴロ、ゴロニャン、そう、ゴロニャン。やばそうな予感がするぞ。いや、違う、聞いてくれる、あのさ、なんでゴロなのか、なんでゴロなの。すごいね、うちの子、あの、撫でたりする。なに、ペコラ、聞いてきた、あー、ないないない、隣のトトロなんだが。テレレン、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 テレレン。いいじゃん、木が。おー、すげー、木できたよ、ペコラ。これ、ナイス、これさ、木ってさ、あの、木材とかにしたい、ペコだから、うん、あの、あれしとくか、これ伐採しとこう。オッケーオッケー。え、待って、ここさ、あれねえの、石も何もねえ、ペコなん、ここもしかして。あ、石あるあるある、石あるよ、入れとくね。頼む、ペコー。全然使って OK、 とりあえずあるもの全部入れとくわ、一旦ここに。お、助かる、ペコ。鉄使う、鉄は使う。え、棒いるか。え、待って、ちょっとこのペマリ邪魔、ペコだな、産業の邪魔、ペコなんだが。おい、邪魔とか言うな。ペマリ一生懸命生きてんだよ。ペマリマジクソ邪魔なんだが、こいつ。いや、やめろ、邪魔じゃない。落ちるぞ、お前そんなとこいたら、マジで。ペコアラ、嫌だよ、女王様に怒られたくないよ。ペマリ殺したな、なんて言われたくねえ。落ちる、ペマリ殺しちゃダメだよ、ペマリはダメ、ペマリは絶対ダメ。オッケー、ペマリはじゃあ殺さない約束しよう。これ、ここ、あ、苗木取れた、苗木また植えとくか。なんか苗木って4つ並べるとさ、なんかあったよね。
ノエ、あ、それはあれペコだよ、でっかいブラックオークの時ペコじゃないの、ブラックオークの時だけか。そう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 。じゃあとりあえずこの辺に植えといてと。オッケー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 。そう、それでラストとかさ、やったことある？さっきやったことあるんだけど。知ってるペコだけどない。え、やりたくない？え、ラストね、あ、でもね、めちゃめちゃ起用されるかもしれない。これホロメン同士でやったらさ、うん、めっちゃね、なんかね、あ、なんか、あれって結構襲撃とかさ、普通にあるゲームなんだけど。え、それは何、あの CPU からってこと？あ、そうそうそう、あの CPU っていうか、プレイヤー？うん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 。プレイヤーの、その、え、でも船長がやってた時も、船長は、あの、自分が、自分のお家作ったのね、頑張って初めてのお家作ったら、うん、なんか別のプレイヤーに襲撃されて、うん、壊されて、入ってきて、物全部取られたの、物資を。え、マジか！え、いいじゃん！え、それやりたい！ホロでもできないの？ホロで。でもどうなんだろう、でもさ、いやなんかサーバーとかワンチャンさ、立ててもらえそうな気はするんだけど、でも、あ、だから、見たい、見たい、見たい、なんだか、ね、白髪吹雪だ、ペコ先輩来た、先輩来た。でもさ、え、でもこいつってさ、ペットにできないペコだから、あの放置させるしかないんだよな。え、でもめっちゃ可愛いよ、ちょっとさ、めっちゃ可愛くね。え、可愛い、白髪吹雪なんだが、ちょ、どっかでかこいつ行きたいな、こいつ。え、くっそ可愛い。でも EN サーバーとかにもね、こいついるんだよ、実は。え、マジか、めっちゃいいやん。これちょっと待って、スケペコ白髪なんだが、こいつを可愛いすよ、いしょ、ちょっとここに入れて、オッケー、こいつを一回閉じ込めといたペコ。えー、かわいい、めっちゃかわいくね、めちゃめちゃいいよね。レア、あ、白いキツネ、レアだな。あ、こいつ出れる、マジ落ちちゃうんじゃねえの、こいつ大丈夫か。え、出れちゃう、出れちまう、マジか。でっかいペコーラ、あ、待って、氷だ、ペコラ2個割っちゃった。でも氷ってさ、何に使うペコの、え、それ取れたん、取れたん。いや、取れねえ、割っちゃう、てかだってないもん、あのあれが、あ、そか、シルクタッチか、割っちゃうしかないよね、いいよね、しょうがないもん、割るしかない、それは仕方ねえペコだな、割るで、オッケー、ペコラも氷が出るようになったということが分かったね。寒いところだね、今のところ。だってさ、うん、雪も出る、あ、そうだね、キツネも、確かにキツネもそうだね、ねえ、まだこいつちょっと気をつけといてくれ。ん、オッケー、来た、ん、あ、テラコッタ来た、テラコッタ、え、テラコッタ来た、うん、テラコッタ来た。え、あそこってことか、なんだっけ、なんだっけ、あの、テラコ、あ、やべ、あ、なんだっけ、最悪、スノーゴーレム殺された、雨に、うそ。え、でも雪玉いっぱいあるよ、ペコラ、あんた、こっちの、こっちのあれに見れる、そっちから。あ、ナイスナイス、見れる見れる、ちょっとたくさん作ろう、作って作って。あ、雨ダメなんだね、ね、待って、いや、ペコラ、ペコラ助けて、ペコラ、ペコラのこいつ、ペコラが来た、ペコラのこいつ、ふざけんな、死ね、ナイスー、あ、矢手に入ってる、矢、あ、矢来た、矢来た、矢入れとくよ、ここ、あんた頭に矢が刺さってるってことよ。頭と手食らいました、あんた水着、水着だから相当あれだぞ、急所をマジで出してるかのような。よく勝てたペコだね、それで、ね、うん、ちょっと命かけて戦ったわね。ペコラさん、さりげなくさ、お前これ射術してさ、敵が出てもさ、もう我関せずみたいなスタイルになってない、これね。え、ねえ、ペコラ、はい、ねえ、犠牲にしてるよね、マリンのこと。え、して、してない、今、おうち作り頑張ろうとしてるのに、そんなこと言うんだ、あんたは。あ、なんだ、びっくり、ごめん、疑ったりして、ごめんよ、ごめん。あんたはこっちで必死にさ、家畜を守りながら、頑張っているウサギに対して、その、口ぶりはなんだい。あ、そうだよね、ごめん、ちょっとなんか疑心暗鬼になっちゃった、ペコだよ、あ、チェスじゃん、あ、ペコラ来た来た、おい、見ろ、おい、見ろよ。おい、最悪なんだけど、ウサギで誰もいらねえペコだろ、これ、何に使う、天罰、ペコラ、酒飲もう、これ盛り上がってきたな、酒飲もう、何に使うんだよ、これマジで、何にも使えねえペコじゃん。あー、酒がうまいわ、うまくねえペコだよ、ちょっと待って、ウサギの足、いいね、いいねって何に使うか分かってねえペコだ、ペコラですら何に使うんだろうって思ってるペコなんだから。でもウサギの足持ってるとね、幸福になるって言うよ、うん、え、そうなの。うん、なんだろう、それマイクラ的にとかいう話ではなく、うん、普通に、なんか普通の話としてね、ウサギの足を持ってると幸福になるっていう話があるんよ、ペコラ。え、知らなかったペコだ。
え、だからみんななんかマイクラとかでも殺しにかかってくるってことべかな。そうだよ、だペコラのこともね、本当はみんな殺したいんだよ、知ってた。え命狙われてるよマリリン。あ、ペコラ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 、なになに今なんかピョンって動いてるやつ見たけど。真実知りたい？知らない方がいいかもしれない、もしかして。え、知らない方がいいって相当ペコじゃないのそれって。今ですね、うさぎちゃんがね、スポーンしまして、まあ仮にその子をうさだぺこらちゃんと名付けるとすると、うん、ね、うさだぺこらちゃんはあそこの白髪吹雪に追い回されて噛みつかれて押してきました。ぺこらー、大丈夫か。残念ながらね、やるしかないか、まあ、こんな悪い子は悪い子はダメだぞっていう風に、おいペペ、おい、まあ、マリン、いいか、こいつの脳天にボンってやっていいペコか、この斧で。ペコラ、ダメでしょ、しら、ペコラ、白髪吹雪だよ、それは。ダメだ、できない。ペコラ、白髪の頭に、ボンってなるの？できない、それはダメペコさん。あ、ペコラ、チキンだからなぁ。いや、マリリンじゃできんのかよ、マリリン。できるよ。嘘でしょ。余裕でフブちゃんの脳天勝ち割ろうって思ってるよ、いつも。怖すぎだろ。絶対使う脳天勝ち割ってやるって思ってるよ、船長は。何があったペコなんだよ、二人のところで。いや、よくね、よくね、フブちゃんには、ね、いじめられてますからね、ラジオで。あ、なるほどな。結構 S なんよ、フブちゃんって。え、そうペコなんだ。そう、なんかね、絶望、あのね、なんかね、あの、イケてる、アズールアーシェングロットっていう、うん、あの、なんか、イケ、あ、ペコラ、ペコラ、ペコラ、かわいい、ペコラ、見て見て、シロクマ、シロクマ、いいじゃん、いい、え、こいつペットにしよう、こいつペットにしようよ、くっそ、かわいい、しよう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 、こいつも、あれさえな、連れてこ、連れてこ、あ、待って、勝手に行くかも、こいつワンちゃん、行くかも、おせ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 、あ、全然入んない、ペコラの、でもさ、今さ、白髪の脳天勝ち割りたいねって話してたからさ、しょうがないよね。代わりにやってくれたんだよ、ね。え、待って、白熊は？あ、いるいる、そこに。まあ、仮にホワイトモモスズと名付けておこう。ホワイトモモスズは、ね、勇気を出して白髪の脳天やってくれた。いや、代行、代行で。ね、ネリチやべえペコじゃん、相当、すげえぞ、大先輩に対して。モモスズにはその勇気がある、ありがとうホワイトモモスズ。やばい、何も言えないペコラだね。ね、でもさ、やっぱさ、雪山のキャラクターが登場してるから、やっぱ雪山の中のさ、ヒエラルキーを感じたよね。キツネはクマに弱いと、で、ウサギはさ、キツネにさ、落とされてきて、お前最弱なんだよ、ヒエラルキーの。お前最弱なんだよ、このヒエラルキーの。うでねえペコ、でもでも大丈夫、今ペコラこいつらやれる自信あるからね、みんなのこと。だ、今ペコラ武器を持てばウサギだって強いところを見せれるペコだ。待て、家作ろう、ね、ペコちゃん、家。お、ついに家の時代が来たか。家作るわ、可愛い家にするペコだからな。みんな、お楽しみだな。みんな一緒に住もう、家にするわ。みんな一緒に、ペコラ、ペコラ、なに、来た、あー、来た、金が来ました、金が。鉄の、大きな鉄の、はい、ございます、ございます、ナイス、ナイス、来た来た。あ、ペコラ見て、レッドストーン。あ、マジ、え、じゃあ回路とかもできるペコじゃん。ついに来ましたね、回路はちょっとペコラ先生に任しちゃって。なんかすげえ今、ダダダダダダダ。え、そうそう、砂利がね、時々出てくんのよ。え、いいね、なんかどん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 、じゃあ、あれのね、新しいやつも来て、こら、なに、犬第2号、犬第2号、犬第2号。待て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 、どこだどこだどこだ。船長の、なけなしの骨をちょっと、ある？ペコラ1本しかねえ。来い、あー、ダメだ、外した、来い、あーねえ、なんで全部ペコラになっくの。そういうことで、あとは、ね、あの、ブーちゃんとか、牛さんが、あれなだけで、ワンちゃんとか、ほら、ペコラになっつくから。ついてきてないよ、ほら、メルマリンの方見てる。やっぱセクシーの、
セクシーこそがね、勝利なの。見なくていいから、あの人家畜の女王だってよ、恥ずかしいこと言ってるから行くよ、ほら我が家に行くよ。よし、まあ、部外者出てけここから。よし、オッケー。は、部外者だった今ねえ、二人の島だよペコラ。あれ、ソンペコだっけ。あ、でもペコラ今日さ、急にマリンのこと誘ったからさ、もう、うん、もうこれ次確定で、今度マリンのね、あのマインクラフトペコランド観光、いや、なんか観光、マイクラ観光付き合ってもらうからな。いいペコだよ。あ、でも言ってたペコだもんね。そう、あの船長のね、ソロ枠がね、なくなったからね、ちょっと次ソロでマイクラするから。でペコラ来たらソロじゃないけど確かに。でもちょっとその瞬間だけちょっと来てもらって。いや、ペコランド、あのご招待するペコだよ、ペコランド。やった、招待状だ。あれね、あのそれでやる気さ、ペコラ、ペコラ、ペコラ、ウサギ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 、殺すな、ウサギ殺すな、こっち来い、殺さない、殺さない、あ、よし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 。あ、すげえ、ペコラ懐いてる。そういうこと、やっぱ仲間意識があるんだよねな、大丈夫だからな。やっぱそう、あ、すごいすごいすごいぴょんぴょん跳ねてるけど、かわいい。お前落ちるね、マジで。あれ、待って、白クマはペコラ、ペコラ、ちょっと待って、あれ待って、落ちたよ、落ちたよ。ウサギとともに白クマもいなくなってるペコなんだけど。え、本当だ、いないじゃん白クマやばい、急がないと。いや、マジでこいつら本当に落ちちまう今ちょっと船長ね、初めて今視点取った方が良かったなって思った。え、落ちてた。あのね、ペコラが落ちるなよお前って後ろ向いた瞬間に落ちてたちょっと視点取った方が良かったかも。こんな1ブロックだからさ、こんな広くなると思ってなくてさ、ちょっと次やるとしたら視点取るわね。え、いや、そうしよう、そうしよう、どんどん広くなるペコラからな、これいずれここであれだよ、ウィザーとかを倒さなきゃいけないんだよペコラたちは。いいね、やろうぜ。いや、ね、ウィザーさ、ね、ね、え、最後の目標さ、ウィザーにしてさ、ウィザーをさ、地下じゃなくてさ、うん、地上で出してさ、うんうん、まあ、この島もろとも死ぬ可能性あるけどいいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。やろ、それでやろうよ、絶対楽しいと思う。ロマンだね。そういうことよ。最後はここも全てこう、あの、ぶっ潰して終わるってわけよ。いいじゃん、なんかかっこよくない、うちらハードボイルドじゃねえの。そういうことよ。よしよし、ちょっとこれしまって、ね、しまってしまって、よしよし、お、いいいいなってきたよ。いいよいいよ。あ、まだここ、あ、ブロックがねえな。ペコラ一番端っこのチェストに一緒に使えそうなもの入れてっから使ってってね。どんどん助かるわ、キーめちゃめちゃ助かる。うん、どんどん入れてくから使ってくれよな。いや、で家もできそうだよ、いい家が。家できたら、あ、すごい、え、めっちゃ整ってきてる、めっちゃ整ってきてる。でしょ、めっちゃいい感じやん。ほれ、ほら、今こんな感じよ。え、いい、え、なんかさ、うん、すごくいい感じの家になってきたペコだよ。もうちょっと本当はさ、めっちゃいい、広げたいペコだけどさ、うん、今はここぐらいで十分ペコだよな。え、なんか一からこうやってやるの結構いいな、楽しい。なんかいいのないの、いいゲーム、マリリン、みホロメンとかでみんなでさ楽しめてみたいな。え、でも、ま、でも船長がパッと思いつくのはコナンオブエグザイルとラストかな、うん、でもラストは、うん、そう、それこそそのホロメン同士で襲撃したりとかが、バンバンバンバス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 ドス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 マジ言ってドスこい、ドスこい、あー、ドスこい、はい、やりましたまた頭に、いや、でも強いね、死なないね、マリリン。うん、押し出したわ。あ、鉄来た、鉄、いい、ナイス、正解。なんか、船長、もしかして臭い、なんか臭くなってる。うん、ちょっと、なんか臭い。いや、マリン臭い時代が到来中、うん、ちょっと臭いかも。今、すごい、なんか、やばいかも、うん、やばい、すごい臭い、今なんか、ぐるぐるすげえペコだよ。これ何ペコラ、ね、船長知らないんだけど、これ何、カレー臭ね、違う違う違う、マイクラの話、マイクラ的な話をしてんの。これ何、これ何、これ何、ペコラ。え、でもなくなったよ、なくなった、なくなった。え、なんだったの、あれって呪い、え、じゃない、多分あいつ特別感あるペコじゃ、あんま見ないよね、あの敵。もう初めて見たけど、でもマイクラにはそういうのいるのかなって思って気にしてなかったけど、初めて見た、ペコラも。え、ペコラは初めてじゃないペコだけど、多分どっかで生息してるペコなんだと思うんだよな、あいつ。なるほどね、マリンに好いてるみたいだね、あいつは。すげえやめろよ、何でもかんでも押し付けるな、マリンに疲れてねえよ。いい感じペコだよ、家が。あ、ペコラ、ペコラ、白髪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 、あ、クマ、あ、クマいないから大丈夫ペコだ、大丈夫、大丈夫、落ちるなよ、落ちるなよ。ベリー、ペコラ、ベリー1個あるよ、関係ないか。あ、そう、ベリーね、関係ない。そうそうそう、こいつ懐かねえペコなんだよ、まだ全然。ロープってさ、作ることはできないの。できない、ロープは。あー、じゃあ
拾うしかないのかな。ワンちゃん職人さ出てこないペコかな。職人、職人、あ、でもスポーンするのかな村人系って。え、じゃないの、じゃないとさ村って作れなくね。確かに白髪、そして白髪やっぱしぶといね。さすがさすが白髪。あ、金がなんかいっぱい、あ、金いっぱい来た、金いっぱい来た。ナイスペーカー。あ、ペコラ犬か、犬犬来た。あ、でもあれがない、骨がね、ペコもう、あ、骨2個ある。ペコラちょっとな、船長懐かないからちょっと、あ、いや、マリお前が懐けさせて、で、敵が来た時にそいつでやらせればいい、ペコよ。確かに犬よ、従順になりなさい。あ、犬、ちょっと待って、待って、犬こっち来て、こっち来て、マリが、なーと、逃げるな。あい、あい。やっぱあんたは家畜にしか愛されないんだ。戻れ、早く仕事行け。早く仕事行くな。はい、働きます。あれ、あれ、今、あれ、お前マリーを守ってくれるんか、犬。あれ、今攻撃されてなかった、マリー。え、私、うん、あれ、え、嘘でしょ。でもなんか、私とか減ってない、なんか、HP 減ってる減ってる。え、もしかしてマリーのこと攻撃した、この犬。え、ちょっとこの殺す。待て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 、白髪が、白髪が、これやばいやばい、ちょっと怖い、このやばいやばいやばい、死ぬ死ぬ、大丈夫、待て待て、やるしかない、殺すしかない、この犬、あ、やばい、あ、やばい、殺してくれ、あ、こらこの犬、欲も欲も欲も、あ、こいつ、あ、やばい、なんであいつあんな怒ってた、ペコの何が止まり。ちょっとここ入れとくよ、全部。うん、え、なんであいつ怒ってたペコなの、あいつ。いや、全然わけがわからない。怖い、怖すぎるよ。あ、これデラコッタか。やられたね、やられたわ。あいつなんかスパイだったんかな。なんかスパイだったんかな、ちょっと意味不すぎる。あいつスパイだったのかもしれないけど、なんかどういう感想、そういう気がする。なんかここの、あの、もうちょっとで匠さん行ってもいいですよみたいな感じで、あいつちょっと様子見して見に来てて、もうちょっとあいつらなんか家っぽいのできそうですっつって、ちょっと荒らしてきますから待っててください、次来るねみたいな感じのやつじゃない。うちらの配信が終わらないでほしい。めっちゃ家できてんじゃん、ペコラ。そうなの、木はさ、ちょっとさ、汚いペコだけど、いい感じよ、いい感じ。だからそんなに急いで家作ってるって、もしかして目標早く達成してマリとの配信終わりたいってことか。違うよ、あんたここからまた綺麗にしてくペコなんでしょ。ペコラにプレゼントがあるんだが。え、何、ペコちゃんプレゼント好きだぞ。おい、あ、やっていいぞ、ここ、ね、あ、やっていいぞ、こいつをやれ。ちょ、待って、ペコラ、ペコラやれ、それはまずい、ペコラ、それはまずい、こいつ、待って、やれ。じゃあ言っとくけど、勝っていいの、船長が勝っちゃうよ、言っとくけど、この戦い。おい、ワンちゃん、もう一匹いけ。はい、マリンの勝ち。舐めてんじゃないよ、あんまり、マリンのことをさ。おい、行け、おい、行け、お前も行け。ペコラ、ちょっと落ち着いて、ペコラ。お前、ふざけんな、お前。しかも1秒でさ、1秒で回収できたんだが。戻ってきて、もういいよ、そいつはいいよ、そいつ。おい、誰がそいつだって。監視しとけ、監視しとけ、監視しとけ。もし変なことしてたら即噛みつけよ、お前。わかったな、従順なやつよ。もうこんなに一生懸命働いてんのにさ、ひどいな、ペコラ。あ、マリリンはさ、何欲しいの、そっちでさ、あの、うん、あ、かまど欲しいのか、かまど1個持ってっていい、ペコだよ。あ、確かにかま、てかこっちで作れるな、かまどなんて。ちょっとなんとなくそっちで焼いてたけど。こっちに来たかったというわけか。別に別に旦那もいるペコだからな、ね、旦那も。あ、ベコラさんね、うん、ベコラさんが。おい、ペマリ、お前そっち行くな、あんまり。ペマリ、そこはいずれスノーゴーレムがいるところなんだ、お前は家に入れ。おい、ペマリ、こっち来い。え、すごい家で、え、結構しかもおしゃれやん、ペコラ。なんかこのさ、ちょっと汚らしいところがいいって、味があるってもん、ペコっしょ。汚らしいかな、おしゃれだと思うけど。あ、マリリン、ちょっと横とか見えてないのか。ちょっと待って、横横、あの、まあ、継ぎはぎな感じがおしゃれ。ねえ、まあ、継ぎはぎ混ざってないカフェオレやん。ちょっと適当すぎ、雑すぎる。ここから、まあまあ、ここかな。そうね、ここからね。え、マリリンさ、まあまあまあ、どの色の木が良かったペコ。え、うん、テラコッタかな、やっぱおしゃれやし。いや、テラコッタ使
使ってねえペコなんだよな。どの木っつってんのになぜテラコッタっていうペコなんだこいつ。え、ちょっとなんかマイクラ分かってる感出していこうと思って。テラコッタ知ってますみたいな。テラコッタ全然ないペコだから、ちょっと木もうちょっとあれだな、ちょっとおしゃれな感じにしたいな。こうね、ペコーラのセンスが光るよと。ペコラちゃん、これさ、うん、続くかな、うちらのこの生活。もうちょっと発展して。あーやばい、お前任せろ、もうこいつのことははっきり言って分かってる、もう。はい、え、強いね、あんた。はっきり言ってあいつのことは全てね、もう把握済み。なんかもうちょっと発展させて、なんかいろんな新しいところ行けたりとかじゃない。多分最初のこの序盤はもう拠点作りペコだから。まあ、確かにね、ここ、まずは拠点だよね。そう、ここを乗り切れたら、まあいけるペコなんじゃないかな。あ、ペコラ見て、ペコラ、ペコラ見て。あ、視点乗ってればよかった。あのペコラが今一生懸命やってる真横でね、今黒いウサギがピョンピョンピョンって白髪に圧かけられて、そのままおい、あいつ殺そう。おい。よし、OK、やっとったわ。やっぱ視点は必要だな。そうペコだよ。めちゃ面白かった。なんでペコちゃんが見てない時にあいつ死んじまうペコなんだよ。おいいペコが何か作業してる間にスーッと平髪に追われてスーッと横落ちてった。かわいそう。あ、ウサギだと思ったら、マリリンもなんかさ、ウサギ出てきたら、あ、ウサギだよ来たよって言ってくれればいいペコなのにさ。ねえねえペコラ、なんか、あ、来た、あ、クマだ。いや違うの、最初ね、黒くてなんだか分かんなくて、え、クモかなって思ったら、ぴょんぴょんって、あ、黒いウサギだって思ったら、そのままずっと外しちゃった。あんた、クモとウサギぐらい分かるペコだろ。でかさがちげえペコだろ。で、白クマどうしよう、ペコラ。で、白クマ、こいつさ、ワンちゃん、あ、でもキツネやっちゃったりするのか。でもキツネペコラが今殺したよね。うん、殺した。白髪ね。ちょっとさ、まださ、あれにしとかない？動物をさ、保護するのはまだ早いと思う、ペコペコラたちには。あ、そういう段階、確かにこんなにポンポンスポンするんだったら、あんまり動物を保護することに情熱を燃やさなくてもいいのかもしれないね。そうそう、最初はペコラたちはさ、命あるものみんな大切にしなきゃみたいな優しい気持ちでやってたペコだけど。あ、今はもうその優しい気持ちは失われたと。今は自分たちのまず、あの、地点をさ、起点のところをちゃんとやんなきゃいけねえペコだなって思ったわけよ、ペコラは。確かにね。あ、でもさ、ペコラが拠点を作り上げるまでに船長は次の段階に絶対いっぱい掘って次の段階に進めてみせるわ、このこれを。でも今ペコラちょっとさ、はいはい、あの、とあるコメント見たペコなんだけど、確かにそうだなって思ったのが、なんなんなんなに、バージョン上げたペコじゃん。でもさ、バージョン上げたらさ、牛とか豚とか出てきてなくねっていう。出てきてない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 。それってさ、うん、もうそいつら殺しちゃったら、もう二度と会え、バージョンがあったら次上がっちゃったら。あいの手入ったのよね。いや、でもさ、わかんないよ。待って、じゃあ船長がさ、次のバージョンをこの面確かめてさ、必ずさ、うん、その結論を出してみせるからさ、ペコラが家作ってる。あ、白髪。やべ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 。白髪。白髪の3秒の命、3秒白髪でした。以上。やばい。でもさ、バージョンアップなんだ、その、ふぶき先輩ももう、会えなくなっちまうペコだから、うん。あ、なるほどね。今、3秒白髪クッキングが発生していたわけだけど。あれ、ペマリが、あ、いるかいるかいるか。いる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 。じゃ、白クマ、でも、白クマをさ、なんかさ、襲えないところにさ、柵にさ、ぶち込むとか。あり。それありペコだね。で、今一回ペマリたち完成までに次のさ、次のね、段階をね、絶対見てみせるからね、ちょっと無心に掘りまくるわ。オッケー。ちょっと待って、ペコーラは牛をとりあえず中に入れとこう、ペコ。おいで、ね、ペマリたちおいで、ね、ほら、旦那も嫁ばっか見てないで、こっち来い。おい。こっち来いペコ。牛田さんったらダメよペコラさん。もう見ないでマリンのこと。こっち見ろ、こっち見ろ。はい、餌だぞ餌。ほら餌あるよ。早すぎる。ペコラちゃん色気が足りないよ。やっぱマリンみたいに色気を持ってないとね。興味、動物って興味が湧かないわけ。牛田さん早く来てペコ。あ、
で、ほら、ウサギ来た、ウサギ来た、あ、あっ今のは見たよね、ペコラ。白熊と共にいってしまったペコだよ。あれがウサダ流無理心中ですね。待って、ウサギちょっとかくまいたいペコだな。凄まじい無理心中、もう押し出してったもん。あれはね、あれ完全にウサギとウサギと白熊の相撲でしたね。今日残った、はい、ウサギが押し出して勝ったというシーンでしたね。いや、ウサギも共に死んでるペコだから、もう負けてるみたいなもんペコじゃねえのこれ。いや、それはそう。待って、ペコラ、こっからビフォーアフターするペコだわ。こうして、え、なんかマリーさ、この四角のやつさ、あ、なんか、あ、ドクロウサギの家にするか。え、ドクロウサギいいじゃん。ねえ、いいよね。お前、正解では？ドクロウサギにしちゃおう、綺麗。あ、じゃあこれ、犬が懐いた。ナイス、ナイス、いいね。よし、こいつと船長の味方にするわ。で、敵来たらそいつに襲わせよう。そう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 、そうする、そうする。それで、オッケー、ドクロウサギ、どうしよう。え、これさ、もう頭の毒の部分作って大丈夫よ、ここ、なんかこう。え、いいよいいよ、ちょ、船長ここめっちゃ掘ってさ、て絶対アップデートさせてみせるわ、ここ。タランペカーン、キーもらうわ。あ、これテラコッタだ。あれ、キーねんな、重たい以上に。あ、ここ、あれができてるペコだ。カーテン、ね、植えとくか、キー、最近出てこねえから。じゃ植えといてくれ、ペコなんやっと。オッケーオッケー、苗木植えるわ。いいな、なんかさ、なんかマイクラぐらいじゃん。なんだろう、こうやってホロメンたちとさ、なんかできるやつって、なんて言うんだろう、こういうなんあーね、いや、そうだよね。なんか確かにそういうゲームもっと欲しいな。欲しい、そう、欲しいペコだよね。なんかハマりたい、またドハマりしたくない？したいね。ラストバチバチになるからな。でも船長はね、好きだっけ、ラスト。え、バチバチになるかな、やっぱり。なんか、え、だってもう、だって完全にさ、だってそのだ、なんか誰々のそう家とかで誰かと一緒に住んでたとして、そこはちょっと派閥になってるわけじゃん。うんうんうん、そこ襲撃したりするんやで。え、面白そう、ね、ペコちゃんそれ。絶対やりたい。本当？え、絶対おもろそうじゃない？なんかやり返したりとかできるペコだし。うんうんうん、確かに。え、確かに。でもさ、あのリスナーさんたちがさ、起用しちゃう時もあるかもね。え、そんないいんだ、大丈夫とか。そうだよ。そうだよ、もしかしたらマリンが家襲撃されてガチ泣きするかもしれんやんね。ガチ泣きしたらさ、あれじゃん、かわいそうだよ。なりかねないよ、ね、それはあるかもね。あ、ワンちゃん、また最近犬来るな。いや、マリンだったら大丈夫かな。マリンの家、え、ペコアラもしできたらマリンの家毎日襲撃するわ。お前最悪じゃねえか。やりたくねえ、お前とは。お前と、あの、なんだっけ、ラストお前とやったら襲撃されまくるのか。マリンが寝たなって言ってログアウトした瞬間に即襲撃しに行って。いや、言っとくけどね、船長さ、あのさ、あのアークの時思い出してほしいんだけど、うん、船長ね、ああいうのハマると寝ないでね、ずっと見張ってるタイプだからね。なんかさ、マジでさ、ハマりすぎててさ、ペコーラたちさ、なんかほぼいたよな、うん、アークに。でもなんかディスコで話しかけるより、アークの中のチャットで話しかけた方がいるまであるみたいな。え、あったよね、なんか会長にさ、なんかさ、あ、ね、すみませんってね、言われた言われた。ね、あれ笑っちゃったもんな、マジで。最近犬ばっかりなんだが、めっちゃ犬来る。え、犬時期？あ、ちょっと、やばい、俺らが犬の季節なんだが、犬3匹いんだけど、ここ。え、そんなに？あ、ほんとだ、うん、え、犬、え、なんか、え、でもアップグレードしてないペコだよね、まだ。まだ来てない、めっちゃ楽しみなんだが、絶対この配信の終わりまでにアップグレードもう一回引きたい。でも今1100ぐらいやってるペコなんだけどね、マリン。次のアップグレードが楽しみすぎてさ、一生やれる。もうちょい頭欲しいペコだな、もうちょい頭入れて。あ、これいいじゃん。最近クリーパーとか来ないね。なんで？いや、何を受け、何を受け。ドクロがあんまりうまくできてない。ねえ、待って、何これ、何これ、全然わかんない。なんかちょっとあのさ、適当に置いてみたらなんかちょっと、うん、変になっちゃう。もうちょっと頭をでっかくすればドクロっぽくなるペコだよな、これ。あ、そうだね。それあるから。ね、タラペコだな。よし。船長はね、掘り続けるからね。オッケー。よし、互いに進捗をね、頑張り合おうペコ。よいしょ。雪もめっちゃあるから、スノーゴーレムもうガンガンいけると思うぞ。え、なんかね、スノーゴーレムワンチャンペコだけど、高さが足りなくて雪をあの降らせてくれないかも。あ、ウサギ。おい、もう死んだの？あ、
ウサギっていう間に死んだ。ふざけんなペコだよ。ねえペコラ、ウサギって雑魚だね本当に。よくわかったわ。今度覚えとけペコだぞマジで。いや確かにマリリンにさ、うん、スマブラとかで勝てないんだもんな。マリカーもないペコだしさ。えでもスマブラはさ、スマブラペコラが勝ったじゃん。いやあなたあの時体調不良ペコだったじゃん普通に。いやでもさ、まあでも確かに言ってみれば。なんだっけ、あ、ちょっと待って、ダークオークの木が、苗木が5つある、これ4つつなげれる、あ、これダークオーク？これ植えてあんの？これ違う！これは、なんだっけ、これ、これ松や。これトトロできるやん、ちょっと待って、土植えて、敷地広げてトトロしよう。でかい木いくで。オッケーペコ。え、松できないペコだよ？ダークオークできんの？あんの？ダークオーク。ダークオークあるよ。え、4つあるペコなん？ 5 つある、5つ。隣のトトロ、トトロ。広げてここにトトロするわ。それでこれ何？あ、これテストか。でっかいのにしよう、でっかいの。で、き、あ、待ってペコラ、コップン持ってくるわ。コップンででっかくさせよう。あ、いいねいいねいいね。トトロやん、トトロガチトトロやん。だれかかんタラリラリラこうおさりタラリラリラここ広っと広げて、どんぐらいでかい方がいいペコなんだろう。でもさ、え、4マス使うんだよね。うん、4個ブン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 ってやればいいペコだよ。ここ置いていいくよ。え、この4つでいけるかな。いけ、いけるっしょ。いけいけ、あーいけー。大きくなったペコじゃん。いいだー、これいいじゃん。これはさ、あれにする、ペコアラたちのさ大切な命の木にする。これは絶対壊さないみたいな。あり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 、命の木、命の木にしよう。これは絶対神聖な木ペコだから触れちゃダメだよ。削ってもダメだからね。大事にする、大事に。オッケーオッケー。あー、いいじゃん、いいじゃん。嬉しいね。え、ねえ、ほんとに。あ、でもこの骨は使わない方がいいペコだな、まだ。あ、でもどうなんだろう、犬もこんなにいるし、別にまた犬を、ま、仲間にしたいかと言ったら、そ、別にもういい気もするけど。いい、え、じゃあさ、あの他の木でさ、でかくしちゃっていいペコ。あ、木足りないの？ちょっと木足りね。あ、いいよいいよ、やっちゃって。やっちゃうわ。じゃあちょっと待って、新鮮な木以外の、うん、何色欲しいかな。ちょっとこういう毛欲しい。あ、いいよん。はってか、はってか。いや、いい生活だね。グレードアップしねえかな。でかくない？いや、めっちゃ家でけえやん。そりゃ、もうちょっとあれに高さをやってドクロっぽくして、う耳、うさ耳つければ完璧よ。いいね、いいね、いいね。あ、また犬、なんか犬ばっかだな、さっきから。なびくか、そろそろこいつら。あれ、なんか残酷になってきたね、ペコラちゃん。なんかやっぱあのさ、何でもかんでも可愛いとか、うん、なんかそういうな、なんだろうな、保護するっていうのを、うん、なんかここでやってたら多分ペコラたち多分動物園で来ちゃうペコだから、そうじゃないと。あ、なるほどね。まだでもマリン、いずれウィザー挑むなら、ね、戦力は必要だな。一応間引かない方がいいな。犬という戦力？そうそうそう、犬という戦力があった方が。ただ骨がないから一旦放置するしかないね。一旦放置にしとこうか。オッケー。待って、ペコーラはまた木を、これ邪魔じゃねえペコかな。いや、順調だな。いい感じよ、いいね。だってもう家もほぼあるみたいなもんペコだしね。あれ、いかねえこいつ。わ、もしや神聖な木があるからだこいつ。これにコップン5個も吸われたな。え、この、あ、あー、この木が邪魔でやべえ。で、ペコラ、コップン5個吸われたじゃなくて、お前が投げたんだよな。吸われた、被害者みたいだけど、お前がやったんだろ。吸われた、こいつ。すげえ、ふざけんなこれマジで。なんだこの苗木マジで。ペコラ、木足りないんだったっけ。超足りない。ダメダメ、それ世界の木、ダメ、世界一の歯になるペコ、ダメだ、これはダメ、絶対ダメ。ダメ。じゃあちょっとね、しょうがない。一旦じゃあちょっと木がね、出てくるかも。どうした、大丈夫か。大丈夫、一撃で殺した。何を殺したペコなんだ、これ。え、臭いやつ。あ、あいつね、あいつなんかすごい出てくるペコだね。な、
まあ、でも殺したから大丈夫。オッケー、もう慣れたもんよ。もう神聖な場所ペコだから、汚いやつにはこれは触れさせれない。大切なやつなんだこれは。もう普通…あ、白髪、白髪だ、来た。ペコの白髪…あ、白髪が落ちた。あのですね、犬に襲われて落ちました。え、犬に襲うペコなんだ、キツネ。でも3秒白髪クッキングでしたね。はい、白髪がすぐ死んでしまうのちょっと辛いな。ねえ、だってもう…なんだろう…ウサギ並みに死んでるぞ、多分。ちょっと死亡率トップ10みたいなの作りたいな。待って、これちょっと待って、狼たちを座らせるか。うんうん。あ、座んない。あ、これマリリンのワンちゃんたちだ、どっちも。あ、本当だ。ちょっと待って、座らせ…あ、座らせといた、座らせといた。ナイスペガン。え、なんかみんな出たいのかな。お家に入ってこようとしないべこだな。お家のデザインセンスがクソだからじゃない。ち、おいおい、そんなこと言っていいべこなのか。今言いづらいけどさ、やっぱ誰かがさ指摘してあげないと、お家のセンスクソだよって。まあ今ドクロ作ってるべこなんだけど、マジで。これドクロ、これドクロかな。しかも色ちっちゃがめ、大丈夫。え、ドクロでしょ。白し、色しっちゃがめっちゃがなんだが。え、ここからカスタマイズすんのよ。あのドクロの顔を作っていくわけなのよ。あ、ね。え、やばい、そろそろご飯食わないと死ぬよこれ。待って、ご飯焼いてないよ。ちょっと仕事しろペコだよお前は。あー一緒。あ、白髪、白髪、ペ、ペコら白髪来た。嘘、大丈夫、死ねない。なんかやばい音したけど。キッて落としたペコだけど、かわいい。死んだ。やっぱさ、でも白いさ、吹雪先輩さ、白い吹雪先輩って、吹雪先輩白いけど。間違いない、そう、吹雪先輩は白い。おい、ないなこいつ、牛田ベコラ、もう押すなよ、落ちたらどうすんだよ。おい、牛田ベコラが。ちょっとお前なんで押すの。牛田ベコラに嫉妬してんの。やっぱさ、牛田さんはさ、船長とお付き合いしてるわけじゃん。ね、だから、ね、今一緒にさ、こうやって蜜月のひとときを過ごしてるペコラとマリンに牛田さんは嫉妬してんの。ほら、もう見たくないって、あっち行っちゃったよ、ほら。そういえばさ、21日の100の質問楽しみだね。すごい露骨な、話題を露骨に変えてきた。そうだね。なんか3期生でさ、本当はさ、うん、5週連続やりたかったけど、予定も合わずできなかったね、何もね。はい、ウサダペコラ登場配信だ。ねえ、ウサギどんだけ強く死ぬペコな、マジで。あのね、聞いてくれる？こっから、ぴょーんぴょーんってきて、このままあっちに持ち帰るよ。バカペコじゃん、ちょっと。やっぱ視点必要だったな。船長がさ、死にゆく動物の姿をすべてさ、このさ、カメラに捉えていたのにさ、ほんとペコだよ、あんた捉え逃したわ。ペコちゃんが必死に今なんかこっちでやってた時に、ウサダペコらが来たよって言って急に死んで笑ってんの、おマリリンが。だいたいはははははって、そうない、サイコパス死ぬんだもん。命あるもん。え、でもさ、ペコーラ思ったペコだけど、これマジで次のグレードアップ、うん、あ、でも1200いってるよ、あんた。もうもうすぐだね、これは。いつぐらいアップグレードペコだろこれ。いや、もうすぐペコーラが家できる頃には来ると思うよ。ほんと？待って、木が欲しい、木が。もう世界一のが使っちゃうかな。あれあれ、宇佐田さん、なんかもうよくねって思えてきちゃったペコなんだけど。別にこれただの木やん、これ。気づいた？ただの木なことに。うん、ただの木だよ。だって普通に。そうだよ、ペコラ。何が世界じゃ。ずっと思ってたよ。何が世界じゃ、ただの木なんですかってずっと思ってたけど、言い出せなかったから。ペコラがね、自分で気づいてくれてマジよかったわ。いや、これ。ペコラ、ペコラ、何？何？何？あ、来た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 ！ナイス！ナイス！時間がだめだね。てるペコなんだね。あ、酒が進むぜ。あ、だ大丈夫、酔ってないの？いや、まだね、でもコップ一杯しか飲んでない。え、でもさ、17ペコでしょ、17。うん、17だけどね。あ、でもちょっと気分いいよ、気分がいい。でもいい気持ちのいいさ、酔い方いいペコだよな。2これ1。え、これあれじゃん、回転神殿のやつペコじゃねえのこれって、違うの？え、これ何でこの感じ、これ、これツルハシでいいの？ツルハシでいいと思う、全然全然。え、これ海の中のやつペコだよ。海の中来ちゃったね。海底神殿ペコじゃないこれ。え、ずっとこれしかないじゃん。やばーい。あ、サンゴ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 、待って、海底神
全部汚い色になってる。これ見て、さっきまでの色鮮やかな青たちがこの、あー本当だ。え、掘っちゃうともう死んだサンゴになるってことかな、もしかしたら。え、でもどうしようもないの、掘るしかないよね。掘るしかねえ、ペコ。まあ、ペコラこのさ、青使ってさ、ドクロの目にするわ。このお前天才、それ良すぎる、良すぎる。そういや、光ってるな、光ってるペコなんだよ。いいじゃん、それいいよ。ちょっとやってくるわ、今ちょっとペコラ。オッケー、よいしょ。いや、いい感じに拠点もで、あ、何こいつら、上にかく、上にいたの、あんたたち。よし、どん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 来てる来てる。いやー、こうやってさ、愛のさ、あるさ、ものを作ってて、最後はさ、ビザーでボコボコにされると思うと興奮しちゃうな、なんか。え、ペコラ、お前ちょっと性癖歪んでるよ、それ。違うよ、ちょっと。え、ペコラ、何？ペコラ、見て、カメ。カメ？こいつは保護しないと、保護。カメ来た、カメ。あ、すごい、海シリーズだ、これ。ちょっと、端に寄せとこう。かわいい。見て、バタバタしてる、めちゃめちゃかわいい。竜宮城に連れてってもらおう、ペコだよ、こいつに乗って。かわいい。何言ってんの、そんなのあるわけないじゃん。ふざけんな、かわいいって言ったくせに。せっかく上から落ちてきたのに、くそ。え、かまど作ろう、もう一個作ろう。よいしょ、これで、目どこの辺だろう、ここの辺かな。一回、これでマリリンのドクロ、これでしょ。いい感じ。待って、今目入れるから、ちょっと位置的に変じゃないかだけさ、確かめてもらっていいか。あ、オッケー。そう、これ目で左右にする気ってことだけど、いい感じ。うん、いい感じ、いい感じ。オッケー、1,2,3。うん、楽しみだな。ペコーラの画面だとまだ全然見えねえペコだからさ。うん、うん、まあ、マリンはセンスがあるからな、いいって言ったら多分いいペコだな。こっちで、うん、あ、いい、ちょうど高さも同じや。うん、いい、うん、うん、いい、いいね、いい。どういう、まず目つけてみたペコだよ、まず目。さあ、どんなもんかな、二人で見ようか、せーの。これさ、木の模様じゃね、マリリン。あれだよね、なんかさ、なんか変なさ、木のさ、模様が子供の頃さ、顔に見えて怖いみたいな、うん、あ、それ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 。あの、木の模様さえどうにかすれば、うん、うん、これどうにか、多分ほら、なんか白い木がさ、なんかピーとかになってるペコちゃん、ちょっと異様になんかうまく。でもさ、待って、ペコラ、これペコラのピーの可能性、そういうこと。ペコラの P だよこれ。いや、マリンの M ねえじゃん、 M。 あ、ここ M にするか、ここを暗くしてさ。ここ暗くしたら M になるペコじゃないか、これ。なんか私たちってずっとこうやってさ、何かをごまかしながらずっと生きてるんだね。そう思った今日。人間はね、マリリン、こうやって生きていくもんなんだよ、うん、何かをごまかし続けてるんだ。いつも何かをごまかして生きてね、それでその日暮らしをしてるってわけペコよ。ね、ペコラ、サンゴってさ、もう死ぬ定め、うん、死んだサンゴになる定め、うん、死ぬ、うん、死ぬ。もう仕方がない、あいつらは生きれない寿命になってるペコだから。え、水の中でさ、やったらさ、大丈夫とかもないの、うん、あ、それはあるかもよ、わかんねえ。何これ、初めて見た。え、でもシルクタッチなんじゃないの、これ何だ？何？なんか出た？昆布ブロック。昆布ブロック？昆布ブロックだ。これ何に使うんだペコラ。まだここ穴開けとこう、見えねえから。こっからでも見れるように。あ、ペコラ。あ、イカだー。イカだ。イカだけどペコラが覗いてる。イカだけどさ、あ、クラのさ、あれになるからいいペコだな。うん。まだこれ移動。で、ここちょっと水がないと全員死ぬしかない。いや、水一個だけあるペコだよ。水一個だけ。あー、え、どうなの？まあでもいい、でも水さん、やったところで結構難しいと思うペコなんだよな。まあね、そうよ。いいね、こんなに大切に育ててる。原木2個一応出たからね。ナイスペーカー。お白樺も2本育ってるし。え、あのさ、あの色が濃いやつが欲しい、はいはい、白樺じゃないやつがいいペコ。あー、
あ、これでいいのか。これって何色だ。あの新鮮な木ならここにありますけど。新鮮な木はダメペコなんだよあんた。あ、まだこだわってるの。そうだよこれ。え、マジでこだわって、これでもしマリンがね、あの匠召喚してこの神聖な木が一部でも削れたら、うん、あんた命ないと思いなよ。マジで。お、よよよよ、いやそこはさ、当たり前だよ、ね、あんた。でもせいちゃん思うよ、ペコラだったらきっと匠が来てドカーンつったら神聖な木よりも先にマリリン大丈夫って言いながら駆け寄ってくると思う。いやもうあの配信で女キス配信切って。殺すよ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 。いいよいいよ。あ、落ちちゃった。落ちちゃったよ。やっぱ海の生き物ペコだからな。じゃイルカとかワンチャン出るかも。イルカ守りてー。え、じゃあ水槽作る、ここに。え、もしかしてマリン水槽の中でジャブジャブの中で掘るってこと。いや違う、だからあの水槽っぽいところをちっちゃく作っといて、そこに一回えい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 ってね。そう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 。え、水そっちないペコか。待って、水がね、あ、水あるよ、水あるよ、こっちに1個だけある。ちなみにここ氷とかもあるけど、氷ってなんか役に立たないの。あ、で氷って割ったら水になるペコじゃなかったっけ。そうそう。え、じゃ、そうじゃなかったっけ。みんな氷って昆布もあるよ、昆布も、昆布、あれこれ無限水流みたいな作れるんじゃないの、昆布あるから。え、でもあの、それはネザーのやつがねと無理ペコだから。あ、そっか。そうそうそう。あ、なるってよ、溶かせばこう、水になるって。え、どうするどうする。あ、やばい、あ、なんだ。急にこいつ。今く、おい空気読めよ、今じゃないだろ。ほんとだよお前。ちょっと待って、これで、ね、水槽作るか。水槽作っちまえ。なんかあれしちゃえば、なんか土でさ、ちょっとだけ簡易的に囲っといて、はい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 、ワンブロックぐらいにしとけば、殴ればなんかそのままポンって入りそうペコじゃない。爆裂狭いからな。ドアどこにどうするか。また広げる、広げるペコ。またちょっとじゃあ土拾って、なんかあれだもんな、建物とか木ができてからちょっと狭くなっちまったペコだもんな。いやそうなんよね。ちょっと待って、海シリーズしまっといて、これちょっとペコーラもちょっと一回あれを作りてペコ。いい感じにできてるペコじゃないペコですかと。進んでますね、我々。いや、もう拠点できたからね。だってこの拠点の次なんて、もう何すればいい？あれだ！もう拠点とか作っちゃえば、で、あの、黒曜石とか出れば、今度はネザーにも行けるべきだし。ああ、え、なんかもうその辺ってもはやさ、これさ、うん、裏作業になってくる。裏作業で進めておけばいい、的な。え、で、それもありだね。な、ペコーラ、暇だから、時々プンプンプンってやっとくよ。暇ではないっしょ。あ、せっちゃんも全然やれるけどね。ちょっととりあえずあれ作るか。したらば、一旦これ取っちゃって、で、ここに簡易水槽を作ると。匠だけは気をつけろよ。暇なんけ。ライブさえ終わっちまえばこっちのもんよ。それな。え、水槽ってさ、言うけどさ、うん、これどうやってさ、中に入れるん？どうやって作るの？では、ぶん殴る、ぶん殴る。1マスでいいの？え、でも2段にしたらさ、殴ってもさ、入れれないよね。え、そう、2段だと無理ペコだから、え、もうちょっと広い方がいいかもしれないペコだな、これ。あ、なるほど。じゃこの木からは、この木、白樺。あ、オッケーオッケー。じゃあその間、その間船長はここ掘っとくわ。これでオッケー。いいんじゃないの。うちらもなんか正社員かってくらい真面目に働いてるよね。なんかそうペコだよ、情熱燃やして。お酒入ってない感じでもう喋ってるペコだからね。え、なんかね、お酒ね、あって、一応今コップ一杯分は、あ、水玉サンゴとプリズマリンクリスタルが出てきたよ。え、何それ。宝箱から出てきた水玉サンゴとプリズマリンクリスタル。ちょっとこっち入れとくよ。いいペコなんじゃないの。オッケーって、ここをシャレオツやん。土に、土から水と。でもやっぱさ、こういうのが好きペコなんだろうな。ね、なんか、うん、一生できるな、これ。これ、水ここ流しとくペコだよ、これ。あ、ナイスナイス。して、ここにペンつって、そう、来た瞬間に、そう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 。えいってね、じゃあこっち側でこうやってやっておけばいいのか。頼む、ペコー。
任せろ。え、いい感じペコちゃんこれ。楽しみなんだわ。え、待って、どう、このドクロに見えてきた？これいい、いいんじゃない、なかなか。うん、いい。え、なんかこれさ、顔、目おかしくなってるべか、これ。なんか、あれ数合ってない。うん、いや、いいんじゃん。ね、口これどうしたらいいと思うべか、口。あ、それ、え、口？それ、それ口？いや、違う、口をどうしようかなって今。え、ドクロなんですよ。ドクロに口なんてないから。あれ？あんたのドクロちゃん、ドクロくんみたいなやつ、口はなかったっけ？ないよ。あのほら、あの三本線みたいになってる、わかる？あ、魚マリ、あ、ほんと、あっ、ペコロ、今夜は鮭、今夜はペコロ、鮭ペコロ、鮭焼いとくね、鮭。え、鮭あった？うん、今ね、鮭ね、あの、や、取れたから焼いとくね。やったからって聞こえたペコですけど。え、鮭焼いとくね。よし、ペコな。うん、え、待って、あれがねえな。三本線ってなんだよ、三本線って。焼きてえけど、もうさ、焼くやつがない。あ、木あるよ、木。お、ほら、あ、ナイス。え、三本線ってここにピッピッピッってやれば歯になるんかな。え、これなると思う、マリリン、これ歯見ててね。歯？歯ですか。これさ、ちょっと今歯抜けになっちゃってるペコだけど。歯抜けになってるけど、これどう？うん、いいんじゃない？いいんじゃないかな。本当は？うん。よし、マリンがいいっつったんだな。なかなかいいセンスがあるのかもしれないペコ。あ、いい感じじゃない？え、なんかいいじゃん。普通になんかセンス、自分のセンスが怖いわ。まあ、なんていうか、やっぱね、とりあえずね、やっぱ完成していきたいからね。なんか細かいことはさ、とりあえず置いといてさ、完成していきたいもんね、やっぱね。え、なんかあんた弾いてんの？弾いてない、弾いてる。なんか普通に完成していきたいなと思って。なんか喋り方すげー弾いてるペコだけど。待って、見てみよう、ペコラもどんな感じよ。なんか、あ、わかった。足りねえんだ、これ、長さが。なんか、ふざけんな。いや、しょうがない。いや、しょうがないよね、ペコラね。今の仕方ね、ペコラ。多分魚は難しいペコなんじゃない？熱帯魚ってさ、何かに使える？あー、ウーパールーパーを、仲間にする。ウーパールーパーか。いや、これバージョンが違うペコだから、多分ウーパールーパー出ないと思うペコだ、多分。あ、なるほど。え、普通にこれ、ドクロじゃね？これ結構うまいと思うペコ。え、どこじゃない、マリリン、これ。なんかこのこれじゃ、待ってくる。ドクロだね。うん。え、これドクロペコだよな。見えなくなくもなくもなくもないペコだよな、これ。うん、見えなくなくも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 ないよ、普通に。あ、じゃこれがドクロに、まずドクロにし、あ、ここも変えた方がいいペコなんかな、ドクロって。こうして、どう？ああ、なんかこれさ、耳つけたら多分ウサギになるよ。あ、これドクロ。あ、待って、ドクロってさ、口ってここの下か、こっちの下？なんかね、そうかなって船長思ってたの。え、言ってよ、なんで今。もうさあんた。え、でもなんかさ、ペコラがそれで行くならさ、それでいいかって思ったの。ね、言ってペコだよ。わかんだってよ、ペコーラ。あっちからやってたペコだからさ、頼むよ。いいじゃん、ペコーラ。そんなさ、細かいことがさ、いいじゃん。ね、うちらさ、エンジョイしていこうよ。確かにな。そんなね、一生懸命、無理にやらなくたっていいの。うちらはまっすぐにやり続ければいい。エンジョイ、音楽は鳴り続け。一丁へ届けたい、胸のこと。かっこんな踊れ、アンコール、沸かせダンス、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 レッドゴー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 、なんかさ、そこはこだわっていきたいんだよな。
分かった。じゃあペコラがさ、そうやってさ、どうでもいいことこだわってる間に船長絶対次のアップグレード目指すわ。お魚お魚お魚好きだと言わせてたように。え今死んだぞ。なんで死んだね。ガシじゃないそれ。え、高いところから落ちたって書いてあったよ。だって嘘。じゃあ上からだ、うん、あそこからだ。事故というものはアルペコだからな。ちょっとペコラさん、お手本にさ、高いとこから落ちたって出るかどうかさ、ちょっと顔見せにペコラを落としてみてさ確かめる。ふざけんなペコだよ、死にたくねえペコだよ。あ、あ、これシーランタンの。でもつるあれな、あれあの円ちゃんとないと壊れちゃうな。そう、まあ、でもプリズマリンクリスタルは取れてるよ。あ、じゃあもういかん。しょうがない、だって今どうあがいてもエンチャントはできないから。そうだな、仕方がねえってこと。はい、新居も、狭いけど見かけ倒し。ドクラちゃんに一言の。どうした？ペコラ、海洋の心だ。え、じゃあそれ水の中でもあれペコじゃん、息できるぞ。でも水、これいらないよな。あれ、ゴミ、このワールドではゴミに思えるべかな。まあでも大切に取っとこう。あのさ、うん、このさ、ここをさ、水で囲ってさ、船長息できるようにして掘ればサンゴとか魚を殺さずに取れるっていうためのアイテムなんじゃない？そういうこと。まあでも確かにいらんといえばいらん。え、確かに。あ、待って、なんかさ、無限の水源が作れるだってよ。え、海洋の心でみたい。ってことはじゃあもうあれだね、お水難民しなくていいってことよ。そういうこと。いやだ、いいじゃんいいじゃん、神アイテムペコちゃん。あ、てか待って、あ、いいよ。あ、違った、ごめん、水バケツで。だって水バケツ2つあったからそれでってことらしいペコだ。あ、じゃあここさ、ね、あれにしとくわ、無限水にしとくわ。ペコーラ、オッケー。船長はちょっと無心に掘り進んで、絶対にペコラが次に行くまでに次のアップデを必ず見届ける。いや熱帯魚ワンちゃんさ、誰かに食われたりしないかなと思って。あーかわいい、ビジビジ、かわいい。大切に育てていこうペコだよ、こいつは。大事にしようね、食われないようにな。あ、いい、ペコラみたいな花を見つけましたまた来たよ、これをあなたに。また来たよ、うわような花です。かわいい。これなんていう花ペコなの？これはアリウム。キチキチペコ。何、嫉妬？可愛さに嫉妬してる？キチペコ、ちょっとアリどうしたのペコラね、冷たいよ今日。え、ペコラ冷たい？ペコラは呼んだから来たのにさ、そんなのってないペコじゃん。マリリンはさ、じゃあ優しくしてほしいタイプペコ？うん、いじめて、もっと気持ち悪いペコ、マリリン。もっとガンガンいいよ、言って。怖いペコなんですけど、そんな心地よい、ド M ド M なの。え、てかさ、うん、ご飯とかで、待たない、なんかこれ、わかる
まっとこう。嬉しいな、これマジで。口だけどうにかしたいのな。こっち？あ、あこれどうでもよくてもう見てなかった。ふざけんなよ。おいし、これ家だぞペコーラたちの。完全に存在忘れてたよね。まだやってたんだって言ってたのは。ひでえペコだよマジで。すごいいい、うん、いい家なのになこれ。まあ、適当にどうぞやっといてください。いやこれはちょまだ物資が足りねえペコだからどぎたねえペコだけど、きっとねいいやつになるんだよな。いやダイヤモンド嬉しかったな、はしゃいだわ。いやこれからどんどん出てくるペコなんじゃねえの。いやいいねいいねいいね。えまだアップグレードってあるのかな。いやだってあれもねペコじゃん、黒曜石とか来てないペコだし。確かに確かに。でもダイヤこんだけじゃさ掘れないね。掘れないにしかねペコだからもうちょっと欲しいな。まあ、でペコらもうちょっと陣地を広くするわ。げもっと広くしていい。なんかこれあれかな、エンドとかの素材も来るんかな、うん、ペコら今ね、今マリの視点ではですね化け物が登場して1秒で押していきました。なんかあのねなんかでっかいさっきのやつのなんか薄汚いバージョン。うん、痛い、何？え、痛いんだけど。え、今犬マリのこともしかしてぶった？痛っ。は？この犬、え、殺しても処してもいいか？ダメ、ダメ。こら、こら、ダメペコだよ。たとえね、あの人が変なことしててもダメペコだからね。殺されちまうから。殺されちゃうから。これペコラその犬の味方する感じ？違います。今教育してるペコだから家畜の情報を。ちょっと、ああちょっと。家畜の情報、お前いいのか。お前のペマリとかボコボコにするぞ。ペマリはレアだよ。もう犬はワンサク出てるけどペマリも二度と出てこないんだから大事にしないよ。ペマリも いずれボンボコボンボコ出るかもしれんねえペコでしょ。いやいやもう来てないもんペマリ、あれ以来。仲良くさ暮らしていこうペコで、まだ陣地広げてねと。だってさ初期に出てきたペマリをさ未だにさ抱えられてるのって結構奇跡なんじゃない、もしかして。え、それなマジ最初のあの匠の時はヤバかったペコだけどね。ねえここに来て鉄が結構来てるな。ねえウサギ要素これにさ付け足すならマリリンどれどうすればいいと思うペコ。このどこに耳つければいいんじゃない。耳、雪玉がめちゃくちゃあるからさブロック、うん、雪ブロックとか作れるよ多分。あ、そっか白いさ、わ、あ、待って、いるいるいる、あ、倒してもらう。痛い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 、ペコラペコラ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、ナイスナイス。マジこれ殺さないようにしよう、マジでこれは。え、どうやって守ればいい。でもクリーマー来たら終わる。かわいいペコラ、かわいい。え、こいつも大切に育てよペコラ。いずれさ、でっかいプール作ってあげてこいつを泳がしてあげたらさ喜ぶペコでしょ絶対に。でここにクリーパー来たら絶対死んじゃうから、ちょっと右に伸ばして、右にさ、うん、伸ばしてさ、あ、こっちこっちこっち、安全な方にさ、そうそうそう、で逃げ道をさね、ちょっと伸ばしてさ、もっとこっちに広くね、こっちに広くさ、オッケーオッケーオッケー、待って、でここさもうちょい陣地増やすか。イルカかわいい、やったね。やっぱ海のもの、めっちゃかわいい。あと誰が来るべこなんだろう。一応でもまだここに水があるうちにもうちょっと掘っとくね。オッケー。そしたら多分そのピチピチピチって感じでポンってそこに入るから。これでイルカバカかわいいな。あ、カメ、あ、レコードも来た。来た。レコード、フグ、サンゴ、カメの卵、おいで。え、イルカの鳴き声めっちゃかわいい。よしよしよし、お、みんな行ってるね、みんな行ってる、みんな行ってる。プールを作ると、またレコードですね。レコードさ、いらねえペコだよな。いや、さっきさ、流そうって言ってたじゃん。いや、もう放送でさ、BGM 流してるペコだからさ、いらねえなって思っちゃったペコなんだけど。確かに。そうだな、なんか使い道あるかな。なんか一応取っとこう。で、いずれなんかダイヤとかもさ、もういらないよ、こんなにあってもってぐらいの時にレコード使えば。そうだね、いいペコな。あ、待って、雪ブロックもらおう。オッケー。雪、めちゃめちゃもあるペコだね。そうなんよ、めっちゃあるんよ。え、だからもう雪のさ、ところは終わっちゃってるペコだよね、多分。だから雪は全部は使わないようにしとこうかな。あ、しかしね、ちょくちょくね、来るよ、雪。結
忘れた頃に終わっちゃっててもね、うん、ちょくちょくね違うとこのやつね出てくる。あ、そうペコなんだ。比重がね、うん、ちょっと比重的に出づらいけども出はする。あ、じゃあいいペコだねというのを感じてる。でも動物出ないペコだね。動物は来なくなったね完全に。マジでねえ。さっきはね跳ねた位置がねちょうどねそう右に跳ねてったんだよ。あ、なるほどね。なんでこの亀も入れてあげたいペコだけど亀が。あ、イルカの鳴き声心地よすぎる。かわいい。キッ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 ってだね。ねえ汚いペコラちゃん。はい、汚くね。キッ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 。なんか汚いんだよな。え、真似してみて。ペコちゃん綺麗でした。そうだろう。ペコの地声が高いからさちょっと卑怯じゃない。ちょっと痛っ何やったの。あ、フグか。痛っあ、フグか。あ、びっくりした。死ぬかと思った。フグさ凶暴ペコだよな。フグは入れちゃいけねえペコだからな。ダメだね。1、2、3耳をつけましょう。どんぐらいの方がいいペコなんだろう。よいしょ。これ高すぎて見えないとかない。世界中の歯が邪魔してワンちゃんありそうな気がする。あ、でもなんかどーん、いい、うん、いい、いい、いい感じ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 。よし、うん、やべえ、ご飯ないペコだから死んじゃう、これ。いや、それなんだよ、船長もね、ちょっと危うい。待って、一回水のところにダイブ。くそまあ、死んでもね、そう、アイテム拾えばいいから、まあ、そういうことよ、ちょっと待って、畑作ろう、やっぱり。畑、うん。あ、え、ちょ、え、あれ、もしかして、あれのこと。あれはね、あの、うさだぺこらさんが自信を持って作ったんで、笑わないであげてもらっていいですか。ぺこらちゃん、頑張って作ってたんで、ちょっと、そっとしといてもらっていいですか。あれ、でもね、ぺこらちゃん、一生懸命作ったの、笑わないであげてよ。あんただよ。まあ、まあ、うん、ありだよね、あり。うん、かわいさはあるペコだよね。かわいさはね、うん、え、普通にいい感じだよね。ねえ、なんか、生まれ変わったらああなりたいって感じ。本当だ、言ったな。言ったな、なれよ、マジで頼むぞ。ちょっと持ったかもしれん。持ったかも、失礼ペコだな。あ、待て、しかもさ、マリリンのそっち側でさ、うん、水もあるペコだから畑できるペコじゃん。あ、これを活用してね。そうそう、そっちでちょっとあれすれば畑で作業するペコだ。ありだね、ありだね。で、マリリンさん腹減ったらこのスイカあるペコだから持ってくわ今。あ、オッケーオッケー、ありがとう。チェストに入れとく、よんと。でもダイヤまで来たってことはさ、もしかしてもうアップグレードないのかな。え、でも黒曜石ないペコだよ。あ、確かに、ちょっと水飲もう。え、待って、ここで作るわ、めんどくせえから。待って、あのさ、うん、コメントで驚きのコメントがあったんだが、いいか。うん、いいよ。ペマリからシチュー取れるよと書いてあります。え待って、ワザップかな。ね、これガセ。ちょっとそんなことってありえる。ペマリからシチューが取れるって、そんなことありえるの。出るわけないじゃん。だってペマリだよ。ペコラ、試しに。見てるよ、ペマリができますよって言ってる。ほら、目で語ってきてる。目でこれ目で語りかけてきてる。言ってる。ペコラ、木のボールを作るのです。待って、木のボールね。な、何でできるペコなの。木のボールって木だけでできるのか。あ、できた。じゃあマリー、これ4つできたペコだから、ほら、うん、2個渡すから、お、一緒に片方ずつ。オッケーオッケー、1人ずつね。1匹ずつ専用にしよう。じゃあマリンそいつで、ペコラこっちで、行くぞ、せーの、なー。え、ダブルやった。え、キノコ一周できてるペコだよ。え、ちょっと飲もう、あ、待って、ペコラ満腹で、あれだ、殴って一回これで、あ、ダメだ、もう一度殴って、もうちょっと、もうちょっと
ど。一世、ちょ、じゃ、じゃあ、アラビアゴでお前、この、手まり。一世の、で、なんか開いちゃった。あれ、なんか開いた。え、なんか開いた。なんか開いてた。あ、飲まないの回復した回復した回復してるしてる。これさ、じゃもうペマリこいつら絶対殺さないようにそこ、いつでも、あ、いつでもこいつら出すのしてよえぇ、ー、やばい。え、しかも木のボール飲んだら空になるから無限取り放題やん。え、マジ絶対こいつらあれだ。あの、あ、ちょっと待って、ここで、あれしとこわ。柵に入れとこう。ペマリバカ優秀だ。ちょっと、よかったね、こいつら取っといてさ。うちら、ほんとだよ。判断がシャープすぎんかな、天才では。え、やばい。もうこのさ、あの、牛だべこら殺していいレベルペコじゃない、こいつ。こいつ、あ、こいつミルクできるな。こいつ無限シチューやばい。やばいやばい。え、これもう食料困らないペコだもん。え、もう一回取りに行こう。あ、どんだけハマってるペコなんだよ。美味しすぎ。え、すげえ、知らなかったんだけど。え、ペコルも初めて知った。やっぱさ、ホロサマにいないペコだからさ、わかんなかったペコだね。え、あいつってさ、何で出てくるさ、やつなの？なんで、キノコ島みたいなレアバイオームのところに生息してるんだよね。え、ホロサマにはさ、ないの？え、でもホロサマも探せば全然あると思うペコ。はい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 。あ、タラだ。まあ、いや、タラはまあ、いや、タラは。うん、タラはいいペコだな。タラはいい。いるか生きてるか。え、待って、ペコラ、あれ、あ、ちょっと、あれ、いるか、あれ、え、じゃそう、え、なんで、え、あれ、お、落ちた、もしかして。いや、うちらがさ、うん、あの、シチューに夢中になってる間に、シチューに夢中ってちょっと面白くない？ちょっとゴロヨシチューに夢中シチューに夢中にな、あ、なんでイルカいなくなったの？え、あは、ジャンプして飛び越えちゃったんじゃない？あ、じゃあここ2段にするべこだわ。2段にすれば、ちょっと待って、もう床なんて来ないよ、もう。マリ、ペマリの時はどうだった？ペマリは3回来た。だらい、お前が祈ればイルカはたくさん来る。祈り、え、ペコラね、昆布でさ、無限水源できないの？だから、あれが必要ペコなんだよね。ネザーのなんとかなんとかが必要ペコなんだよ。ネザーサンドみたいなやつよ。あー、なるほど。じゃあダメか。いや、そうなんだよね、そう。だからね、昆布ででも食べれた気がするペコだよ。昆布よりペマリのさ、キノコシチューしか勝たんでしょう。確かにな。ペマリに2体いてよかったね。え、神じゃん、ペマリマジで。え、びっくりした、ペコアラも。あ、こいつらシチュー作れるんだっていう。なんか、マジでただのレアなやつだけだと思ったら。え、マジ取っといてよかったな。あ、ペコラペコラ。あ？ネザークオーツとね、ファントムの被膜が来ましたよ。え、いいじゃん。あ、待って、これネザーじゃねってことは、ネザーのやつが来たんだ。え、じゃあ、うちらが気づかないうちにさ、すでにさ、これ、もうさ、ネザーエリアに、アップデートが何も言わずに勝手に始まってる？え、そういうこと？え、でもな、スーパーチェストってことはこれ贈り物ってことじゃない？贈り物来たね。こっちに入れとくね。でも怖いのがさ、これさ、ワンチャンガストとかさ、マグマのあいつとかがネザーのやつ来たら。いや、それはやばい。やばいよな、これ。ちょっと、この目でその真実を確かめるためにマリンは、それから掘り進むのであった。いや、まだまだ、ちょっと確かめるわ、この目で。オッケー、ペコールこっちでさ、やっぱ動物たちを、あれするわ。あ、大丈夫か？イルカじゃない？イルカじゃないか？あ、死んじゃったー。いや、むずいな、イルカーン。え、マジでむずい。ね、こっち側もうちょい、ちょっとこれ一回削ろう。ちょっと思わずピッケルで殴っちゃったから、それがとどめになっちゃったかも。いや、もう移動させるのむずいね、そいつ。むずい。ちょっと攻撃力のないものにとっさに持ち替えて殴ろう。こんなにもイルカに。でもイルカもワンちゃんなんかさ、有能なやつかもしれねえペコだよ。いや、それな。これを手まりのこの活躍っぷりを見るにね。これブ、ね、そっちブロックあるペコ。ブロック、何ブロック？石が欲しい。あ、え、あ、やばい、やばい、こいつやばい、やばい、やばい、こいつやれ、こいつ落とせ、落とせ、ナイス。危ねえ、回転神殿のやつだ、回転神殿の。
になってるぞ。くせえって。臭いな、うちら、もしかして。なんかくせえぞ、なんか色もくせえ色してるペコだし。ペコロ臭いよ。いや、お前もくせえペコだ。共にくせえペコだ。掘るのがめっちゃ遅くなるのか、これ。あ、そういうこと？いつ治る感じ？ちょっと早く治ってくれませんか。あ、このあれだ、右上のさ、スプーンのやつがなくなればペコだ。あー、ダーリー掘るの遅いの、ちょ致命的、このモッドにおいて。ねえ、だってワンブロックしか掘れないのに掘るの遅いって、ちょいや、まず、あいつ、あ、牛乳は牛乳とか、マリン、あ、ここに牛乳がある。牛だべこらの牛乳飲め。え、飲むね。うん、治るんじゃない？ワンちゃん治る。待って、どうやって飲むのこれ。右治った。あー、ナイスナイス。牛だべこらも必要、ペコじゃん、これ。転がなくてよかった。ねえ、じゃあね、今ペコら外に、あの、動物たちのキッチンを作るペコだから、ちょっとミルク入れとくね。あら、ぴょこな。え、やっぱさ、生きとし生けるもの、皆さん何かしら存在意義理由があるってこと、ぴょこだよね。ね、必要だということがもうはっきり分かったわ。ほら、不必要な存在なんてないんだ。そういうこと、ぴょこあらたちも生きてていいんだ。あ、ぴょこの牛来た、牛、久しぶりの。え、嘘でしょ、こいつは。うん、今、あれ、こいつ元からじゃね。あ、そう、そう、こいつ、あ、お前もしや、旦那の顔忘れたんか。あー、ベゴラさん、お久しぶり。白状な女が。そっちにいないと、こっちに来ちゃダメですよ。白状な女ペコだな。旦那の顔を忘れるなんて、あれペコなのか。黙々と撮ってるけど。顔一緒なんだよ、どいつも。みんな顔一緒やん。確かにな。なんで、ここを。これもうちょっと広くした方がいいかな。でも、今はまだいらない気がするから。もうちょっと大きくして、ペコだ。あ、なんかピチャピチャ言ってるね。鮭はいいよね、ペコらね。うん、鮭はいい。だって鮭って繁殖できないペコだよな。鮭殺しちゃって。うちらにはね、最強のキノコシチューがありますから。え、もうさ、もう、あれだよね、あいつら以外いらないまで歩くね。あれ、さっきの生きとし生けるもの全てが必要みたいな話がすでに、すでになくなってしまったけど。いや、なんかもう牛とこいつらさえいれば、なんかもういらないまであるなって今思っちゃった。ペコだもん。また海洋の心来たよ。それなんかもうさ、言ってんじゃねえの、なんかペコーラたちになんか水のやつやれよって。別にいらんくね。ねえ、いらんよな。まだその段階じゃないよな、ペコーラたちが欲してないよね。水のエリア長いんだが、ちょっと全然終わらん。そんなに？え、ずっと掘ってるの？船長今さ、何ブロックになってる？待って、見るわ。1800、もうちょっとで2000だぞ。あ、2000、2000ってかなり節目だよね。え、2000やばいぞ。あ、びっくりした。イカか。イカはまあ、黒の染色タイプだな。まあ、イカはまあ、マリ、イカ鼻かむペコだから、ちょっとさ、マリリンに頼むよ。ペコら黙るな。そんな長時間鼻かまないだろ。結構噛む感じ？あ、結構噛んでる感じ？いや、結構これずっとやれちゃうな。もう待って。あ、牛の上に犬が乗ってるようにしか見えない構図だったけど、普通に別々だったわ。これがトリックアートってやつか。鮮やかな。ペコラ、これだ、黙っ、絶対噛み終わってるけどさ、何喋るかなって思って、そういうことしちゃうならエッチな話始めるけど。やめろやめろ。おい、あー、すぐそういうことする。違う違う、あの、なんかさ、鼻水がさ、あの、アレルギーのやつでさ、うん、思った以上に鼻詰まっててさ、あれペコだったんだよ。え、ちゃんとさ、言ってる？ジビカ最近は、ジビカは言ってないけど、あのさ、前までさ、なんか喉がって言ってたペコじゃん、ペコーラ。うんうん。あれ、良くなった。あ、え、なんかきっかけが？え、きっかけかわかんないペコだけど、いつの間にか、あれがなくなった、その、なんだろう、もう、話し、起きた時とかにいきなり最初喋る時になんか、あーみたいなのが、なくなった。それ。あれがなくなった。え、そう、なくなったの。いつの間にか。でも、なんかさ、何よ。そんな適当でいいのかな。
でもさ、わかる、なんかさ、マリリンとかもそうだしさ、フレアとかにもさ、一度行った方がいいんじゃないとか言われた時あったべこじゃん。いや、その時さ、そう、行かなきゃって思ったべこなんだけど、ちょっと行けなかったよね。そしたら治っちまった、いつの間にか。まあでも治ったならいいけど、でもね、どっちにしても鼻が詰まるっていうのは、うん、結局 GB かなは、あ、もうこのフグクソ。フグの分際でさ、ちょっと生きるのやめてほしいわ、マジで。こう、フグの分、フグだってさ、生きてたぞ、マリン。死んだよ、もう、フグは。殺せない、フグだって、頑張って生きてんだよ。な、フグ。そうだよ、僕を殺せないでよ。ほら、言ってるよ。もう死んでんだよ、フグは。もういねえの。でも、フグ食べれないペコだしな、実際な。世界一いらんわ、マジで。いや、でも、あの、マイクラにおいては、いらないペコだけ。あ、でもいるよ。だって、こいつさ、なんか、ポーション使えるペコだし、確か。あー、なるほど。確か。で、まあ、フグあった気がする。あ、カメだ。カメ？カメ来た。まあ、フグはどうでもいいとして、うん、でも、それにしたってね、やっぱりね、船長ジビカはね、うん、あの、船長もアレルギーあって、なんか、あの、定期的にね、もうあのアレルギーの薬を切らすと鼻が詰まったり、うんうん、なんだろう、あと肌が荒れたりするのね。あ、わかる。そう、だからちょっと待って、鮭取れた。ここに離そう。はい、鮭をね、ちょっとここ水族館にするわ、船長。あ、てかさ、鮭さんもし出たらバケツですくえば、水出してから。あー、確かにね、バケツですくう。なるほど。水出して、あー、そう、なんか水さ、入ってれば、あの、水入りバケツあるべこだからさ、それで、ピュンって。確かに。え、寄ってみるわ、ちょっと次。イルカもこれで救えるくね？え、なになに？え、何受け？バケツにさ、イルカがさ、サイズ的に入ると思うか？なあ。いや、違う。じゃあ、まず水分補給って、水をさ、入れてさ、で、イルカが水で、まず死ななくなる。で、跳ねて、ここに入るっていう話。あ、そういうことかな。まあ、そこまでさ、アホじゃないから。いや、もう、マリリンがさ、すごい、そんなこと言ってんのかなと思ってさ、ちょっと、いや、こいつ、さすがにそれは無理ペコだって思っちゃったペコだよ。そういうことね。ペコラがちょっと勘違いしてたのね。ごめん、ペコな、それは。こうだな、お聞き。もう、わかればいいけどね。なんだこいつマジで。あ、でもあと1000、今1874だから、あと130ぐらいやれば2000ペコじゃん。103、もうすぐだ、もうすぐ。ちょ、2000目標、船長の今日の目標2000にする。オッケー。じゃあね、ペコアラム、じゃあそのマリリンが2000。あ、ドラウンドだ。こっち向け。ナイスペコー。おーし、ナイスー。ペコラ、マリリンが2000の時に何か、これできたよっていうのが言えるように。いいね、分担作業、分担作業、分担作業よ。これやって、で、羽が出てきたね。羽と骨と金インゴットとファントムの皮膜ね。ファントムの皮膜ってさ、うん、ああれか、ファントムの皮膜はさ、ポーションか、うん、なんかあれだよね、なんかさ、ハードコアの時もさ、必要だったもんね。ね、使った。いずれ使うかもな。取っといた方がいいかもしれないってこと。入れといたよ。オッケー、ペコン。こうして、いいんじゃない。めちゃめちゃなんか、まあ、ドギだねえけど、この島今。いや、ドギだない。あ、でも整理されてるかもしれねえペコだよ。ドギだないのはあの家くらいじゃない。ねえ、あーちゃん、ディスリジュ。え、かわいいじゃんこれ。ちょっとさ、判断が遅い。やべ、タラにしちまった、あいつ。タラになるんだ、あいつって。え、タラなの、イルカって。え、殺した、もしかして。ペコラやっちまった。お、殺すなよ、うめえ、イルカ。最悪、マジで。キッ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 、かわいそう。ちょっと次は絶対にすぐ救う。出るのか、イルカが。もっと早ければ救えたのに。うわ、これ多分相当ペコーラたちさ、こうやって最初からさ、うん、気持ちをさ、うん、込めてさ、もう作ってるペコじゃん。
うん、もうペコーラ待ち遠しいウィザーをここに放つのが。あねマリンがもう、うんうん、何あんた今殺したでしょ、なんか。うんうん、いや、なんか何もなかった。今あんたの殺したでしょ、なんか。しょうがないので、なになになに、ウィザーがなんだって。ウィザーをここに放ってさ、マリンがキャーって、私のナイフだかっていうのが目に見えるのがすごくさ楽しみペコなんだよ。てからその最低だよ、マリンが悲しむのがさ楽しみなんてさ、そんなひどいことをさ言う子じゃなかったよね。楽しみペコだ、あんたの叫びを聞けるのが。ひどいな。早くウィザー召喚できるようにペコーラ頑張らなきゃな、これは。あ、ここいいね。船長はこれ家もできてんの、ちなみに。うん、家これ完成だよ。え、ってことはさ、今さ、うん、船長のさ、2000町2000町。オッケー。あ、今、いくつになってる？今、70! 頑張れ頑張れ。え、あと70? あと30、え、あと22! 20! いやー、どけどけどけ、きっといいのが出る、きっといいのが出る。どうしよう、何も起きなかったら、何も起きなかったらどうしよう。あ、てかさ、今思ったべきだけど、水使えばさ、あれができるくね。何？で、マリリン、ちょっと待って。おう、ちょっと、今さ、ペコーラが今からやることをちょっと上から見守っててくれる？あ、分かった、カメと一緒に見てるわ。あのさ、今思ったべきだけど、あ、これ、一回これでもいいか。いくよ。うん、一回ここに水流しますね。はいはいはい、ゆっくり、あ、待って、やばゆっくり降りました。そしたらここに段差をつけれる、マリリン。ああ、わかる？やる、わかったわかった。これで地下も作れるってわけぴょこじゃねえの？え、これって、これってこれは気づきの神だな。あ、でも待って、あんたも偽になってるじゃん。どうしよう、ペコラ、何かあのすごいいいお家になるかなって思ったんだけど、何も起きなかったんだけどこの場合ってどうするの。え、ペコラさん何ブロックになってる？99。2100なんじゃないの。ペコラがじゃあ99だから、じゃあ1個掘ってみて。オッケー、ちょっと待って、鉄のあれどこにある？鉄じゃなくてもあれ。あ、はい、どうぞ。あ、どうぞ。じゃあ、いきますよ、2100で。来い！あ、ペコラさん、やけに、やけに、やけになっちゃった。あ、やるか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 、焦りすぎない。やばい。まあね、命いけるもの、そうなる運命があるから、ペコーラたちはもしかしたらイルカに逃げられる人生なのかもしれないね。確かにしょうがないよね。でも今日はさ、もう住める家、うん、ちょっとほら紹介しよう。ま、じゃあまず最初はこのワンブロックだったのが、見てください。てん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 てててこんなにも素敵なウサギドクロの家が建ちました。あ、中来て、中来て、中にはシチューを無限に作れる手まりが住んでいます。ベッドはまだ一つしかないけれど、いずれ羊が飽きたら2個のベッドになるでしょう。そして家の裏にはなんと広い家畜部屋がいるでしょう。こちらあるでしょう。こちらは家畜のオサマリンがここで住み教育をする場となっています。あったち、豚どもちゃんとお嬢様の言うことお聞き。痛いねペコだけどな、もう
ブタ。いや、でもクリーパー急にいなくなったペコだね。序盤だけだったね、いたの。いや、ほんとだよ。そしてほら、一番の見せ場がね。何よ、どこよ。ありますからね。どこよ。来た、やっぱり。やっぱりこれっしょ。ここは世界樹の葉、ペコマリのワンブロックの神聖なる場。今カメが普通に通っておりますが普通だったら誰も触れられない神聖な場。こちらの木は絶対に燃やさせやぶっ壊させやしない。それを誓う。ペコラ待って、ペコラ待って、やばい、こいつ待って、カメ水に乗って下に落ちようとしてんじゃないペコだろうな、お前。好きにさせてあげようよ。カメだってさ、本当は水に入りたい。水気を求めてろ。そっちに行け、そっちに。マリリン、ほら、家の前に立って。今日の目標は完成したよ。はい、しました。今日は第一目標、住める家編。いずれこれが続けばさらなる発展をし、最終目標のウィザーか、わかんない、エンドラか、そちらを倒せたらいいなと思います。また、あ、てかさ、明日もペコーラたちコラボじゃね。そうなんですよね。そしてまた明日もペコマリプラス、え、これまだ言ってないんだよね。言う告知して、ま、されてないの。ま、でももうあと数秒でわかることです。まあ、そうだね。ペコマリー、そしてトワボタで、明日もコラボがございますので、ぜひお時間ある方は見に来ていただけたらなと思いますな。ペコラさん、はい、このワンブロックペコマリの世界続くかな。きっと何かがあれば続くかもしれない。きっと続いて続くかな。てなわけで、アツペコでした。アツペコでした。